今日は後藤正志さんをお迎えして第3回原発メーカー訴訟学習会を行いたいと思います。後藤正志さんのプロフィールはお手元にはチラシにもありますけれども、簡単にご説明をさせていただきます。1989年から十数年間東芝で、原子炉特に格納容器の、研究と設計に携わっていらっしゃいました。2009年に東芝を退職されて、2011年3月11日の東日本大震災と福島第一原発の事故の、まさに翌日、記者会見を開かれて、原発に福島の炉心溶融について、危険性を指摘されています。その後ストレステストに関する意見聴取会の委員も務められました。で現在は、元原発メーカーの技術者の立場から、原発の危険性を指摘される講演や執筆活動を精力的に行っていらっしゃいます。では、この方さんよろしくお願いいたします。皆さんご登場です。今ご紹介いただきましたけど、ちょっと最初のお話をさせていかないととても居心地の悪いんですね。普段の講演と違いまして、このメーカー訴訟というのはまさに自分で自分のに対してこう矢を射るようなものですので、でやはり私なりに一言だけ申し上げていただかないとちょっとやりにくいんです。で私はですね、もともと最初からそのゴリゴリと反原発ということではなかったですけども、原子力に行ったのはたまたま行かざるを得ないから失業したりだという、直接的にだけど分野としては船や船舶も設計してましたから、それが原子力の格納容器という溶接構造物の専門の領域に近いので、まあ分野として、まあ、向こうとマッチングして入るわけです。その時に私が思ったのは、原発というのはですね、もともと安全かどうかは不能なんですけど、技術者としてみますと安全だとは もちろん思ってなかったんですけど、どこまで、例えばこの前ね、後藤さん原子力ってどこまでどれだと思えるって言われて説得力のある訴えは持ってなかったんです。当時つまり危ないとは思ってるけど技術者としては確信はなかった。だからそれがしばらく入って勉強して確かめまで行ってみようと思ったんです。それでずっと実在です。その時に中身として分かったことは大体1、2年で分かりました。少なくとも3年で分かりました。原子力というのはどういうふうに危ないかとか、一番いわゆるシビアアクシデントのような事故ですね、過酷事故といいます。こういう炉心が時に同じ事故というのが起こりうるし、起こった時にどうなるか。で私がやった格納容器というのは多重防護といってこう事故に対して防ぎ対策しますよね。その最後に放射能がバーッと出てくるのを容器の中に閉じ込めて、容器設計しているわけですから、そうすると放射能が出てこないって言ってるわけです、私の設計は。で皆さんに対しても胸を張って、少なくとも技術者の端くれとしては少なくとも責任どこまでいるかってあれ分かりませんけど、一応放射能が出ません、大丈夫です、安全ですと言ってきてる、会社として言ってるし、私も個人も格納容器担当の時にはそういうふうにものを考えやってきた。ところがそれが実はそうではないというのが分かってきたというのが一番ポイントなんですね。でその上で私が分かったことは何かというと、これからお話しますけど、ほんと先日進めてしまうとすごくシンプルな話でありまして、設計というのは当初計画してこうやるんだけど、本当にその設計した条件ができてるかって言ってね、石井戸さんなんだと言って、その次に設計した時の設計思想が問題、どういう考え方で設計していくか非常に大事なんです。私の考えでは今のですね、原発の考え方は安全というものについて本当に安全というのを確実に担保するような設計になっていない。例えばエレベーターとかなんかと比べてもはるかに不安です。エレベーターを持つ事故を起こすことあるんでしょう。ですけども安全設計としては非常に組み込んでる。何かというと機械が故障しても大丈夫だとか、人が何かやらすものだとか相当踏み込んでるんですよ。ところが日本ではまだそれでも基準が甘いとこがあってダメとかありますけども、少なくともそれトライをしてるんですね。
ところが原子力はそのトライ、つまり安全に確保しようとする姿勢が欠けているとかいうことを、うんと突き詰めると、そういうトライをしてもできないというふうに私は今結論出しています。だから2つあるんですね。足りないよ、やってないじゃん。というそれだけじゃなくて、やっても無理なんじゃないのって似てる、その両側なんです。ですからイースト論争をすることにいけないのは、気をつけなきゃいけないのは、これがまずかったら例えば弁当をしますね、だったらじゃあここは弁当すればいいですねっていう話で終わるのは絶対間違いです。なぜかというと原子力ではやったことないわけですから、コアフェッチャーなんかつけたってどこまでか分かんないんですよ。イーストというのは実際に動いてどうやってなるものものって、そこで初めてものが分かるんですから、ね、そういう観点が大事だということをちょっと申し上げます。ちょっと結論面のことを言ってすみません、最近。で、お話はですね、時間が限られておりますので、まあ、これは福島の、事故の1号、2号、3号ですね、壊滅的な両方まで行ってしまったんですね。これ、ご承知のように4号、6号は停止中だったんですね。ですけど、まあ、4号機、まあ、水素がこちらに流れ込んだという説が有力ですけども、まあ、水素爆発を起こした。でこれは2号がたまたま、これだけは建物が、ね、から水素が漏れて爆発したのと、まあ、見られております。で、お話はですね、技術的なお話なんで基礎をお話した方がいいんですが、あまりやってると時間がないので簡単になります。沸騰水だったと言いまして、福島のタイプは特徴はここでお湯が沸いて蒸気、水蒸気が出てこれでタービンを回す、つまり水面があるということですね。これが沸騰水型の特徴です。それとここに引きがあるので制御棒が下から入る、この2点が特徴。これに対して加圧水型はこの満身なんですね、全部水、熱い水になってる。この絵は用意してませんけど、そうなります。それで事故の安全と言いますか、原発の事故の話は大体まあこの間ずっとお話出てますけど、いわゆる制御棒を入れて核反応を止めるということ、それから冷やすと言いますかね、冷やし続けると言った方がいいんですね。ずっと崩壊熱というのが出ますので、それをずっと冷やし続ける。なぜそれが問題だと思いますと、 100% 出力で運転しているものを制御棒で止めます。すると大体出力にして 60% のオーダーの熱が出るんです。瞬間的に 100% から 60% 落ちる。それから1日と2日経ちながらずっと落ちてきて 1% がそのオーダーに落ちるんですね。で、1ヶ月経ってもまだで0.7%とかそういうことだ。で、何ヶ月経っても減り方が少ないので、相当長い期間冷やし続けないと周りの金属なども溶かして、そういう関係なんですね。それは何かというと、一つに核反応の熱がめちゃくちゃに大きいからです。よく電力会社が宣伝します。例えばタンクローリーじゃないな、普通の小型トラック1杯分のそのウランたら、タンカーにしたら10万トンだから何千トンとか、そういうことを言うんですね。熱量はそうです。ということは逆に考えてください。今にコンマ何パーセントのオーダーの熱が残ってるけれども、とんでもない熱量だ。そうすると、その熱であるもの、あらゆるものを溶かす。だから冷却を続けないといけない。これが一番ポイントなんですね。さて、これで圧力容器も格納容器も溶かしてしまうという、また格納容器でちょっと調節を溶かす壊れ方というのは少ないんですけども、いずれにしても冷やすことが問題で、この閉じ込める先ほど申し上げた格納容器、これも実は福島ではこう実は圧力って言ってますが、ほとんど圧力では壊れたのではありません。温度でやられてます。温度でやられて一部どこか圧力でやられる可能性はないとはしませんけれども、基本的に温度だと思います。さて、原発の事故を見るときには設計を想定する、つまり通常の状態から事故を含む状態まで、これで冷やす、止める、冷やす、閉じ込める、こういうふうに設計するわけですね。ですから想定外のことが起こったり、多重にいろんなことが壊れたりすると、これを過酷事故、シビアアクシデントって呼んでいます。で、この状態になると核本能の制御失敗するとか、炉心が損傷する、圧力量のために爆発的なこともいろいろ起こって、こういうことが起こるんですね。そうすると常識的に言いますとね、火災があって初期消火をしてこうやる。で、これからこの段階です。もう手がつけられなくて、消防自動車が来ても燃え下がってどうしようもないっていう状態が、この過酷事故状態です。原発でおかしいのは、多重防護と言ってるのがね、逆に言うと、ここで、
初期紹介に失敗したので、あと頑張りますって言って、どうやって頑張るか。そんな装置ができるはずない。誤信用意を起こしたものに対してね、ちゃんと対策できるなんて、そんなできるなんて最初からやってます。できないんです。できないから、誤信用意を起こした後に人海戦術、あるいはね、人が繋ぎ込んで、ポンプが動かなかったらポンプ持ってきて、水が足りなかったらコース繋ぎ込んで、それで水を入れるんだって、こう言ってるわけですね。それが本当にそんなことできるっていうこと自身がですね、本当に幻想だと思います。それはなぜかというと、福島でやってね、福島でもし1号機が、まあ、アイソレーションコンデンサーといって、電源がなくても冷やせる装置が機能しなかったら一つのポイントになってるんですが、それは一つのポイントであって入り口であって、じゃあ2号機3号機があったら、それも同じように、もちろん電源がないという状況もありますけどね、メルトダウンしてるんですね。もし過酷状態下のものがちゃんとできるんだったらね、メルトダウンなんかさせないですよ。1号機やったら2号機3号機なんとかする。逆に言うと、今考えている過酷状態下っていうのは、だからそういう本当に厳しい状態、一気が侵入を起こしている状態とか、あるいは水晶がどんどん出ている状態とか、いろんな条件を考えるときに、あるいは自然状況も含めて、その対策ができるというふうに思うこと自身が非常に無理があるというのが私の思いです。それはなぜかということを申し上げます。さて、簡単に振り返りますと、これが格納容器と言います。マーク1型の格納容器と言います。ここに下にプールがあります。ドーナツ型。で、ここで原子炉が中にあって、もし配管が切れたりすると、ここに格納容器の中に水準蒸気、あるいはガスが閉じ込められるんですね。で、それがここに圧力抑制プールの中に吹いて、蒸気が水になって、凝縮して圧力を下がる。これが沸騰性の特徴なんですね。で、沸騰圧力水型のこの環境で非常に圧力水型、例えば仙台原発とか、昨日判決があった高浜原発と比べて、はるかに環境が小さい。ので、水素が出た時に爆発しやすい。だからここに窒素を封入してる、最初に。これは、実は一番最初からそうなんじゃないんですね。水素が問題になって、アメリカで水素は入れられないと危ないなということになって入れるんです。まあ、初期ですよね、入れるんです。ところが、じゃあ窒素を入れて水素が燃えないようにしたわけですけど、福島もそうなってたわけですけど、それがここから漏れて、あるいはどこから漏れて水素爆発を起こしているわけですね。そうすると、水素対策として燃えない、燃えないように窒素を封入していたという最高レベルの対策をしたにもかかわらず、水素爆発を起こしているというのが福島の事故の本質。加圧水型はこれやってないんじゃないの。そのまま大きい中で水素を処理する装置をつけてるだけ。その装置っていうのは、過酷事故を起こったような時、何百キロも水素が出てくる量の時に、1台あたり 1.2 キロ、1時間あたり 1.2 キログラムを処理できる装置を10台つけました。10台つけたって10キロとかそこらしかできませんね。何百キロも出てるんですよ、水素が。それが対策としてついてる。少しはなんかっていいんですけども、全くそういうことは意味ないんですね、そんなものでは。あるいは燃やす装置もあるし、いないだとか、そういうものをつけていることで対策をやってるんですけど、実はですから、水素問題というのは、スリーマイルほど問題になって、なんとか爆発しないで済んだ。で、福島では窒素で対策してから大丈夫だと思った。でも爆発しちゃった。で、また、今、仙台原発、高浜原発もね、その対策っていうのは今までと同じような感覚でやってる。計算して大丈夫じゃない、爆発限界いかないかもよと言ってる。そういう状態ですね。これは圧力抑制プールの下なんですけど、これはちょっと飛ばしますね。で、私が一番申し上げたことを簡単に申し上げますね。これ、炉心用意をした後に圧力容器から出て下に落ちるわけです。この時に、これがどういうことになってるかということを少し申し上げます。で、言葉で書いてますけどね、結局は、安全の確保をするための原発とその他の技術を比較するのが早いので、先日私 あのやってましたバストという NPO で機械安全の専門家を招いて議論をしました。で、機械安全とどう違うかということを見たわけです。で、一つはご承知のように TMI チェルノブイリ福島のですね、この自己進展のプロセスがそれぞれ様々、いろんな事故の形があるんですね。で、しかも膨大な危険物質がありますから、閉じ込め機能に限界が生じると、それこそ小さな国は
なくなってしまうプラレベルの被害になる。つまり被害の大きさが限定できないのが原発です。機械工場でですね、あるいは化学工場でどんなに大事故を起こしても、その国がどうかとか、ね、そういうレベルのことはありえません。インドのボパールというのは史上最高の最悪の事故でした。確かに数千人の単位で死んでるんです。被災者20万人以上、毒ガスです、漏れてですね。ですけど、それは一つの都市のある範囲の数キロの10キロ以内の範囲です。ところがそれが史上最大と最悪と言われてるんですけど、それに比べて原発がその空間的時間的にどのくらい規模になるかと誰も言えないんです。ついでに申し上げますと、米国で原発の事故確率はこんなもんだ、炉心用意のことって出してて、それを真似て日本でも計算して今ね実はやってきている炉心損傷確率って言うんですけど、10のマイナス6乗6年とか、まあ簡単に言うと、何十万年に1回とか100万年に1回起こるとか、そういう計算をして出して、でアメリカと同じレベルだと言ってた、大体それよりむしろ日本の方が優秀である。ですからその考え方はですね、このこういう被害の規模が大きいということは念頭に置いてない。つまりですね、非常に大規模な事故が起こった時には、例えばアメリカだったらカリフォルニア州と日本の面積と大体同じくらい、そうするとね、まあ同じ面積だけで言ってる、今考えてもですね、そうすると、まあ、最悪の時にアメリカのカリフォルニアのカリフォルニア州として州が滅びるレベル、州がと壊滅するレベルです。その時に日本は何ですか。日本の国土が壊滅するという相対的ですよ。なるそうすると、その時の安全性は、事故の発生確率はどれくらい抑えるんですか。州が、ね、滅びる時には他の州がカバーするんですよ、4年、50州ですから。日本は一つしかない国が滅びるんですよ。その時の安全性の確率は1000倍ですか、1万倍ですか、というふうに考えられる。そうするとですね、言ってることも めちゃくちゃ。つまり安全性の議論の入り口からして、特に確率論を持ってくるときにめちゃくちゃ問題って。それでそれがあったからね、その数字がどうなることって、まあ、数字の作り方自身問題あるんだけど、つまり論議そのものは全くナンセンスだとなっていってのがあったんです。また、同じ意味を持つんですけども、エネルギー密度、つまり、放射能の量、1項目目は放射能のたくさんの中で非常に危険物質の量になる。こちらはですね、その密度ですね。密度というのはどれだけ詰まっているか、エネルギーとして空間的に凝縮しているか、あるいは時間的に集中していくという意味です。その意味で原発は非常に制御しにくいですね。これは他のものと比較でも当然そうなります。それでもう一つですね。比較する上で私が最近特に強調しているのはこれです。そもそもものを設計するというのは、その設計の条件があります。条件というのは、例えば格納容器でしたら圧力は3気圧から4気圧くらい。温度は171度設計、今スタンダードが171度です。まあ以前だと138度がありましたけど、まあそんなことです。でもじゃあこうやってるんだけど、これをですね、過酷事故、つまり炉心溶融を起こしたような後にではですね、この設計条件どうなるのと、ここに書いてあるんですけど、例えば格納容器のことがありますね。これちょっと飛ばしちゃって、格納容器の設計条件3、4気圧ですよ。これで事故は収束するように設計しています。でこれがですね、設計の条件って言ってますが、配管が切れるとか、事故条件を含んでるんですよ。事故が起こって配管が切れて、ギロチン破断しても、これで収まるように設計してるんです。だから、原子の中だから、この配管切れたらどうって言われたら、いや、大丈夫です。考えて設計してますから、格納容器で大丈夫です。こういうふうに設計になってる。ところが、それ一つのアイデアでも、同時にいろんなものが行ったりすると、この条件を超えちゃうんですね。その時にはこちらになっちゃう。で、やはり電源がないとか、電源がないと、これが過重故障を起こすと、このシステムが動かなくて、結局、過酷事故条件。こうなると、もうどうしようもない。で、今回やったのは何かというと、実は、設計条件、設計圧力の2倍、2、3倍、2倍ですけどね、3、4気圧から6気圧から8気圧くらい。で、温度は200度 C くらい。ここまでに収めるようにするから大丈夫で、こう言ってる。ですけど、これがね、これは実は誰が決めたんだと、私決めたとは言いませんけど、
実はこれの条件の設計の条件を私の研究論文で出してます。学位論文でも出してるんです。だから私が質問するところをお前の責任だって言わんわけにもいってるんですよ、東京電力はね。ですけど実はですね、これは一つの過程でありましてですね、非常に例えばですね、過酷事故、炉心溶融を起こしたら171度が200度になっているのは論外です。低すぎます。あっという間にいっちゃう。福島のだって核の圧力の上のもね400度くらいになってる。音は核の容力も大体それ近いですよ。300度、400度になってる。だから漏れちゃう。つまり無理なね条件になってるんですね。それが一つのできるもできもしないと言ってるということになります。でこれを機械システムと比較すると、まああの後で詳しく話すと難しい、時間がかかっちゃうので、ポイントだけ言いますと、安全の基本原理がですね、機械システムの場合はですね、基本的に止めるんです。止まる。つまり事故があったら自動的に止まるというふうに設計する。わかりやすく言いますと、鉄道がトラブルがあったら自動的に停止する方向に設計してる。ブレーキが故障したら、いや、ブレーキが故障したら止まる方向なんだ、基本的には。ブレーキをつないだってこうやってね、エアーブレーキやるぞ。ただそのエアーで、エアーがかかってる状態でブレーキを外した状態にしといて、止めるときには、そのエアーを抜くんだ。そうするとエアーが抜けて、ブレーキが強くかかる。何がいいかというと、ちょっとトラブルがあって、脱線したりなんですね、一応。そしたらそこで、そのコースが切れるでしょう。切れたら空気が逃げるから自動的に全部ブレーキかかるんですよ。そういう設定してるの。だから止まるんです。ブレーキがね、一生懸命いいブレーキつけたらそんなことじゃないんですよ。原理的にトラブルがあっても止まる方向に設計されてる。これがフェールセーフです。でこの考え方が基本的にできる限りやる。これは確定的安全点です。つまり確実に何かあったら動作したら確実にそれで止まるように設計してる。ところが原発はもちろん止めるように設計するんですけど、それはですね、その機械の性能に依存するんです。性能というのは確率的になる、信頼性能です。100回行ったら1回失敗することが壊れるという、そういう確率の世界に入っている。こちらは原理的に確率 を入れないように努力している。そこの違いが大きいです。これあの絵でもう一度ちょっとどっかで必要なのかご説明します。それから出力レベルが、機械システムは先ほど言ったどんなに頑張ってもある一定以上は増えない。例えば化学プラントで爆発事故を起こしてもある一定のレベルまでこういくかもしれませんけど、それ以上はもう増えない、エネルギー作れない。原発の方はほとんど無限にできます。制御できるからどんどん核反応の制御、熱の制御。無限っていうのはね、無限大っていうのは物理的な本当の無限大じゃないんですよ、実は。ですけど、工学的に物を壊さないでいいレベルに持っていけるかというと、それは無理。という意味で無限大なんですね。また設計基準が、これが先ほど言ったようにシングルっていうのは、こうやって設計しますっていう一つの基準を作っているのに対して、原発では設計基準があって、もし超えた時には過酷事故っていう、ダブルスタンダード。これが問題です。あとでこれ説明します。具体的な例でね。それから制御は、まあ、できるから。自動的か、能動的かってあります。これはあの完全にこうなっているとは言いませんけども、どういう意味かっていうと、やはりアクティブって言いますから、人間あるいは機械が積極的に制御する、コントロールするっていう考え方と、そうではなくて、自動的に、事故があったら自動的にこう制御する方向になるというものの違いです。これは例えば、簡単に言えば、こちらはモーターとかポンプとかそういうもので動かす。それで冷やす。能動的なものはそれやる。今の大体そうですね。自動的安全系というのは、上に水のタンクを置いておいて、事故があったらそのバルブ開いたらそのずっと押していって、動力なしで自由に冷やす。これが自動的安全系。基本的にそれは安全性というよりは、下手しないに違います。で、現在の世界の趨勢は、明らかにそちらの方向にも相当向いてます。にもかかわらず日本は全く一個だにしない。本当はやろうと思ってるんです、裏で考えてるんですよ。ですけど、現状そのまま放って世界に簡単な安全性と言ってる。これはめちゃくちゃです。まあ、被害によって、これはさっきの話しました。
えばね、これも信用に参らないんですけど、何でもいいんですね。そのある例えば、ここ段がないからだけど、まあ、壁でもいいですね。ここが壁に行ったらぶつかりますね。ぶつかったら危ない。だから設計するときにはここから距離を取ります。大体私みたいに意外な人間結構クロールするから2メートルくらい取れると、ね、こうやって取る。そしたらほとんどこうやってもぶつかることないですね。この距離を余裕と言いますかね。これを技術的に安全にすると言います。でこれをね、十分に取れば技術的にはいろんなことできる。確かに危ないからずっと遠くにするとか、相当危ないものも大丈夫じゃないですか。ところがね、これは普通にそういうふうに設計したいんだけど、実はこういうことがある。片っ側に行くとここに壁があって、片っ側はね、ここに例えばストーブ。そうすると私はこちらに寄ろうと思ったら熱源があって危ない。そうするとこの間に行くしかない。そうするとちょっといかん人間ならフラフラとこっちに行くかこっちに行くかと両方危なくなる。と極めて余裕が取れなくなる。原発はこういう設計になっているということを言っている。だから冷却しなきゃいけないんですね。冷却し続けないといけないと言いました。ですからじゃあ水を入れますね。で水を入れてね、じゃあ普通の状態だったら水入れればいい。これはだからこれでいいんですよ。どっちかというと地方水入れるとそれでいい。でも炉心溶融を起こしたら過去事故になったら、例えば原子炉から溶融が出て核溶融の中にこう溶融が出てきたら、さあどうするって言った時に水を入れればいいですかって質問。水を入れないとどんどん炉心ね、チャイナ心臓になっちゃうからいけないよね。でも水を入れると水の大量になると水蒸気爆発を起こすって言って、はい、溶融物の接触と爆発する。そうするとこれは水を入れたらこういう危険があって、水蒸気爆発の危険があって、水を入れないとチャイナシンドロームになる。さあ皆さんどっちを選択しますかっていう、そういう問題なんです。つまり本質的に安全というのは確保できないことなんです。で仮に100歩譲ってこれが行ったとしても極めて危ないことをずっとやっていくわけです。だから過酷事故状態のことになった時に原発で安全な状態に持っていくというのはほぼ不可能と私は見ている。だから原発の安全性を議論するときに、過去事故になったときに対策動向というのは、まあやらないようにやった方がいいけど、そんなものは当てにならない。だから炉心溶融は絶対起こしてはいけないというのは私は、そもそも炉心溶融を起こすようだったらもうやめなさいというのが私です。炉心溶融を起こすとほとんどの場合に格納容器も損傷しちゃう。炉心溶融を起こしても格納容器がちゃんとできて放射能を確実に守れるんだったら、それはやってもいいでしょう。でも設計的にいけない。核燃料も外すっていうのは私の意見ですね。さて、これも同じような話をしてから飛ばしますね。でね、これも飛ばします。で水蒸気爆発なんですね。これ水蒸気爆発なんで、なんて火からっていくかって話してるけど、これ絵の方が早いんで、時間の関係でね、ポイントをね、原発の今回の福島の事故を見て、私の気がついてるところ、これは私が気がついたというよりも、報告出てるんですよ。ですけど何がいけないかっていうことの3点があります。1点目、水位計が働かない原子炉。水位を測る。これはこうやってこの水をね、ここの高さを基準局面がここで水位を測るんだけど、炉心溶融を起こすとこの格納容器の中の温度がどんどん上がっちゃうんで、この水面蒸発したりするんですね。それでこれが機能しなかった。で1号2号3号もみんなそうなんだ。そうするとね、水位というのは最も原子の中で、ここの水位が下がると、この燃料が露出して、炉心が溶けてくるわけでしょ。この水位が最も大切なパラメータなんです、実は。原子炉によって。何を置いてもこれです。これ以外にないと言ってもいい。その水位がわからなかったんです。それは電源がなかったっていうのが一つですけど、それだけじゃないの。電源が復旧しててもわからなかった。いや、電源が復旧したんです。実は正確に言うと、電源が復旧したんで、いや、原子炉はどうかって言ったら、いや、満水に水に満たされてます。ずっと何時間もされてきた。というか、これは、ずっとね、5月の頭からの、5月の連休明けのメルトダウンが起こったか起こらないという議論があって、私は12日からも、大体メルトダウン起こりつつある、あるいは起こったと見てたんですね。まあ、13日を経ってもとんでもない状況ですけど、東京電力が言ってたのは、5月の頭までは、一部、炉心は損傷したかもしれないけど、メルトダウンを起こしてない。こう言ってた。それはなぜかというと、水位計から見たら、水があって、
大丈夫だと見てたからなんですよ。水が入ってたら信用のことそのままないと思ってこう言いますよ。ところがそのまま蓋を開けたら全滅してたって。しかもこれはですよ、スリマイルの時にね、同じことやってるんです。スリマイルの事故や事故のプロセス違うんですけど、原子炉に緊急の心停止が働いてバーッと水入れたんです。実は東安全弁上のバルブが開いてそこから漏れたんです。ずっと開口着で開いては止まっちゃったんですね。で漏れてた時に水をどんどん入れたんです。で水位が満水になっているというふうに見えた。実は故障してるんですけどね。それで運転員は満水になっているから緊急の心停止を絞っていいと信じることで、水が十分入っていると思ったら実は何時間も置いて3、4時間経ったら完全にロシアで完全に全く福島と同じです。実は格好ですよ。携帯これ何ですか。あの時スリマイルって何て言ったんですか。日本の原発はそんなにいかないんじゃない、運転員がしっかりしてるしって、どの面するんですよというのが本当に記録を見てね突きつけた方がいいと思うんですよ。で今までその当時ねスリマイルの事故チェルノブイリの後も同じです。そういうことをずっと言ってきたんですね。実は全く同じことをやってるじゃないっていうのが私の言います。さて次いきます。では水を入れて冷やすときにですね、普通の状態ですと高圧のポンプからバーッと入るんですけど、電源がなくて高圧系は動いてない。で原子炉の圧力を落としてですね、原子炉から蒸気水を抜いて圧力を落として、それで外から水を入れようという考えたというかやらなきゃいけない。それで圧力を逃がすのはこれ非常に逃がした安全弁というのをこんな格好して、ここから出すんですね。こいつが、ね、働かない。どういうことかというと簡単に言うところです。これ非常階段があってそこからぐっとここを押して出るようになっている。でこれを強制的にここで押し上げてこの蒸気を抜いて原子の圧力を減圧する、こういうシステムになっている。ところがここで押したんだけど、ね、窒素で押したんだけど、実はこの格納容器だね、ここの格納容器の中が先ほど言った設計の条件なんでしょ、酸気圧とか言わないんだ、あれより上がってたわけですよ。そうすると周囲の条件はね、どうやって設計してたかと、酸気圧から陽気圧で動くまでは動くように設計してるんです当然。でも酸気圧陽気圧より多いで高6気圧になってくると、こっちからの圧力がかかるので、この圧力じゃ足りなくて開かない、実際開かなかった。そうするとね、本来動くべきことが動かない状態ですね。でこれはここの東安全弁を設計したらエンジニアがそう言ってる。びっくりしました。これ NHK が調べた結果なんですよね。私本当にびっくりしました。設計格納容器の設計圧力より上がったらそのまま作動しませんよって言われて愕然としたんですよ。その意味はいくらなんでもね、核事故について対策してると私のは何やったかと、格納容器はどこまで持つかって計算してましたから、検討しようって渋々ですよね。まあ、やむを得ないやるという立場でやってきたんだけど、じゃあ他の部分がちゃんとやってる、当然やってると思ったら何もやってない。原発システム全体の中で、核保持庫に対して考えたのはほんの一部の人間だけ。私は格納容器からどこまで持つかってやらされて、まあ、それ一生懸命渋々やった。どう思いますか。ですけど、その時に、こういうそれぞれのシステムが圧力温度がどこまであるか考えてない。だからさっき言ったようにダブルスタンダード、今もあれなんですよ。今の設計図もダブルスタンダードでしょ。ただこれ徹底しなかったら絶対また同じようになります。徹底すると何かというと設計の条件を変えて、これが設計の条件だというふうにしないといけない。それが一番ね。でつまりそれをまとめますと、明らかなこれは設計ミスで、設計条件で過去事故事故の二重基準になっている。で、これを徹底することはめちゃくちゃ難しい。何秒、あるいは千の単位になるんですよ。ずっと小さいところから、メーカー、細かい。そういうものまで徹底するのに、組織としてこんなダブルスタンダードを持ってたら、とてもできるはずね。っていうのが私は。だから今回、規制委員会がこれでやると言ってても、それも私は疑ってます。本当に徹底できるんですか。設計の徹底って難しいんですよ。設計条件の徹底だって大変なのに、ダブルでやってて、ここはこう、ここはこうって言ってできる。しかも、炉心溶液を起こした後にどこまでね、そこが起こるかというのは、難しいわけですね。ですから、過去事故対策というのは、そういう意味で当てにならないということになります。さて、もう一つ。東安全弁が吹いて、
一生懸命、ね、手で動かしてやって、なんとか圧力を落とした。落ちたんですけど、その後に、じゃあ水を入れようとした。で、外から消防車を備え込んで、ここから消火器って言うんですけど、消火器というのはあの火災の時に、まあ、その水を、ね、入れる台があるんですね。そいつを使って、普段は使わないんですけど、そいつを繋ぎ込んで、繋ぎ込むって簡単じゃないんですよ。ずっとホース使って、こうやって何時間もかけてやるんですけど、おしゃれもありますからね。でも、必死の思いで繋ぎ込んだんですよ。やったら助かったと思った。ところが、これは後から分かったこと。実はここから入って、原子炉に行ってた量は半分以下。3割か4割、大体30割くらいしか入ってない。他は全部タービンに持っちゃってる。なぜか。どうもこの複雑になってるの、系統で、いろんなとこから系統に行くの、繋ぎ込むんですよ。想定してなかったところが流れちゃって、非常に複雑ですね。はっきり言って、一つのバルブが一個ちょっと開き感が違っただけでそっちに流れちゃうでしょ。そうするとね、最初から設計してたらね、それでもまだね、一応結構難しいのもやるけども、過酷事故条件で、いざトラブルになってどうだこうだって言ってる時にね、そんな風にね、想定通りに行くはずない。というか、結果としてならなかった。っていうのが、もしですね、これも、あれです、あの、東京電力の未解明問題にも入ってるし、あの、NHK のあれなんかでも確か出てると思うんですね。これはそうですね、美しい。まあ、ちょっと話しました。それで、あと、もう一つあるのは、これは NS でスペシャルでやってた、軽装系配管。例えば、バルブを開くために、エアをするんですね。そういうコントロールする部分が、配管は耐震設計が C クラス。つまり、地震が来たら壊れてもいいという設計になっている。これは問題なんですね。繊維系ですから。まあ、こんなことがいっぱい。で、もう一つ、最後に言っとくと、先ほど言った1号機においては、電源がなくても原子炉を冷やすアイソレーションコンデンサー、非常用不水とか、これがタンクがあって原子炉からパイプが通って、ここのバルブを開くと、これ今閉じてるんですけど、開くとこの蒸気でぐっと流れてきて、熱い蒸気がこう来て、ここで冷やされて水に戻る。で、こういうふうに戻って、これ動力もなくても自動的に入れる。これがアイソレーションコンデンサー、非常に。これがあるので1号機は少なくとも7、8時間は持つっていうのが吉田所長が判断してた。でも実際には働かなかった。ほとんど働かなかった。実際テレトも大事だ。で、それが議論の元になって、で、国会事故調、政務事故調ともに議論してます。で、いろんな議論があって、ある程度分かっている部分もあるんですけども、私が申し上げたいことはね、この中で、一つはね、やっぱりこの、ここに格納容器、壁があります。で、格納容器というのは何かというと、最初に申し上げたように、事故の時に放射能を閉じ込めるんですよ。だから、これ、実際ここだけじゃなくて、何百本もパイプとか電気、配線、貫通がいっぱいあるんです。それをですね、どういうふうにするべきか。事故があったら放射能を閉じ込めるということは、この、こういうバルブがいっぱいあったら、これ全部ここ隔離弁で止めるんです。全部一斉に止める。それで、隔離って言って、格納容器を、ね、外と遮断して、放射能を遮断していくわけです。それはある面では分かります。隔離、一番重要なことですね。ところがね、これは冷却に必要な機能を持ってるわけですよ。ところがこれがですね、電源が落ちたときに、電源装置たり自動的にこれが閉まる設計、フェイルクローズっていうんです。つまり、何を言ってるかというと、事故があった、あるいは電源がなかった、地震が、つまり原因だと思います、電源がなかった。そしたらこれ自動的に閉まる設計になる。ね、それはね、格納容器という機能から言ったら正しいんです。放射能を出さないかというのは当然容器が出たらなんです、私の立場から。ところがね、炉心を冷やす立場からだととんでもないことやったらいいです。炉心冷やせなくしちゃったんでしょ。どうしたらいいんですかこれっていうのが根本問題なんです。実は私の申し上げたいことは、ここのバルブ一つにとってもね、開くべきか閉じるべきか、これで運命が決まっちゃうんです。原子炉が。その時に、今、私たちは後からね、ここはなんで冷却できなかったって議論するから、これは開けるべきだと。ちょっと開けられたかどうかってちょっと別に置いておいてね。開けるべきだったっていうことを言うのは、全体像が分かっている神様なんだし、データがね、こうやってデータ見ながら今どっちって時に、もしかしたらね、これが漏れてるからよ、ここから漏れてるから。そしたらこれ、
これ開けといたら水流されちゃったら通通になっちゃって格納容器にならないでしょ、漏れちゃうでしょ。だからどっかの配管が停滞したら隔離しなきゃいけないんです。漏れてなかったら水流さなきゃいけないんです。そうするとその検出ができてるかどうかとかその判断とかそれによって依存してる。それから設計で最初にどういうことを想定したかによってこの考え方が変わるわけですね。でこれは本当は非常用の装置だったらこれはクローズしちゃいけないはずだったんだけどクローズするようになってたっていうのは、まあ、それは間違いないわけだからね。だから間違いないじゃなくて他にもそういう逆に今度漏れたら確実にこれ閉まるかっていう問題があるんですよ。そういう問題を全てにわたって考えてみての原子力だっていうふうに理解しないと物事が理解できない。ここの単なるこの1個のバラの問題じゃない、これ1号機しかないんです、この装置がね。だから1号機問題だっていうふうによく言われてるんだけどそれ違う。本質的に隔離面隔離するかしないかっていうことはどちらの設計をしても必ずしもうまくいくかどうかわからないこの性質を持っているので難しいという。全てが起動したときに初めてそういう格好ですね。そうすると今のお話はですからアイソレーションコンデンサーはフェールセーフ機能としてフェールセーフというのは故障したときに閉まるか閉じるかっていうふうになっていて、それはそもそも本当に成立するかっていう疑問になるんですね。それは何かというと先ほど言いましたようにどの状態が安全かということが定義ができない、わからない、それはもうダメなんですね。だからどの状態が安全かってわかる一番それが本質なんですね。それが一つ。それともう一つアイソレーションコンテンツは実はですね水素が多くなるとダメです。水素が多いとあれ水蒸気だから蒸気だから凝縮してね水に戻ってぐるぐる回るんですね。水素だったらそれはダメなんです。これは国会事故状態だというふうに言ってます。だから水素が増えて機能しなかったんじゃないかというのは一つの有力な説なんですね。これが格納容器ですね。で、これが例の弁当です。格納容器から弁当というですね。格納容器のあそこがからそこからこの丸を開いて弁当する。非常に苦労したんですね。この AO 弁当か MO 弁当というんですけど、エアで作動するやつ、それから電気モーターで作動するやつっていう違いですけど、いずれにしてもこのバルブを開いて出してくるわけですね、確認から。で、これは電源がないんで、現場に行って開いたりするんですけど、非常に苦労してるね、放射能多いし、大変な。で、それで、まあ、出したわけですけど、ベルトというのは、でも、とにかく閉じ込める、放射能を閉じ込めるものを出しちゃったわけですから、これ自身が、まあ、確認としては意味をなくすという、そういう根本的な問題ですね。これは私が今前から主張したんですが、核燃料自殺という表現をとっています。さて、では、核燃料からガスを逃がさないと核燃料が爆発しちゃうからしょうがないから弁当する。じゃあ、フィルターをいればいいかという議論です。実はフィルターをつけても、規制の元がクリプトンという気ガスというんですか、最初に出てくるガス。これは全く取れません。そのまますくんです。何を置いても取れません。気ガスでもそのまま出てくる。でこれが被爆するのが一つ。それから土壌汚染についてどれだけその時の想定はですね、実はフィルターがどういう性能で水フィルターなんで水位がコントロールされてるとか、それから問題はですね、水素が出てくるんです、また事故だから。そう水素が出てくるからフィルター弁当装置に水素の処理装置がまたいるんです。で水面のコントロール装置もいるし、いろんなものがいる、いろいろコントロール、ものすごい大きな装置、そういう人がね、まっとうに働くかということが一番心配。つまり、フィルターをつけたからね、いいというのは、フィルターペンとなる装置が確実に作動することを前提にも言って、漏れないということで言ってるんですね。さて、原子の話はこれで、これ格納容器が飛ばしますね。この格納容器の加工はいろいろこう、まあ、ある程度だけ知っておいてください。これが加圧水型の大きな格納容器です。で、こちらが沸騰水型の格納容器で、これをマーク1、マーク2。でこれ ADWRCC、 これコンクリート製です。プールのあり方なんですね。でここに下にプールがあると、もし溶液物が起こった時に水蒸気爆発の危険性がある。でこれはちょっと詳しく説明を読みますけど、格納容器の壊れ方というのはいろんな多彩です。でこういう、まあ、私の格納容器を設計した立場でいうとね、純性的な化学化合物、これが福島のモードです。最近でこれ、ね、これに対して今一生懸命言ってる格納容器が壊れる、こっち側のことは全部無視してる、こんな爆発的なのが起こらないだろうということにしてるんです。それがまあ、けしからんですね。
これが50代その話を飛ばしますね。でこの今の加工中対策というのはこうやっていろいろ内部の説明できないんで外から詰め込むようにしたんですけど、こういう人間がやることでその対策をするってことがいかに難しいかというのは福島で見てお分かりのように、これをですね今でも各原発で加工事故になっちゃったらこうやって放送詰め込むとこういうふうに言ってるんですね。これはですね、やめた方がいい、当たり前ですけどね、本当に毎日それで行ってしまったら、それこそ、その被害の規模がですよ、被害の規模が、日本の国がどうのこうのってレベルに、ね、近づくようなレベルの事故が起こるときですよ、おい、頑張れよって、これ、託します、皆さん。この人たちどんな頑張ったって、ね、できないことあるんですよ。こうしたのが起こったら、これ、行きませんよ、行けませんよ、誰が保証できるんですか。吉田町問題で、ね、現地から撤退したしないという議論があるんですよ。あれは撤退したしないということが問題じゃなくて、撤退せざるを得ないということが問題なんですよ。最悪の事故とか絶対そうなんだから、あれは近藤俊介が書いた最悪のシナリオというのが一番怖かったわけじゃないですか。毎日近づけなくなったら1号、2号、3号、4号ネットダウンする、同時に使用済み燃料も全滅する、とみんな撤退せざるを得ないということが原発事故特質なんだ。だからこういうことがこれでできますっていうのはできる時もあるかもしれない、できなかったらどうするんですかっていうものに対して全く答えない。だから繰り返しますけど、加工事故対策っていうものは私に言わせると全くその空想的と言いますね、絵に描いたことであって、火災が起こった時に、いや火災が起こったら消防車をたくさん用意しますとか、いやもっとそれでもダメだったらみんなでバケツ点検もしました、だから安全です大丈夫ですって言ってるもんです。火災はそんなに甘いもんじゃないと思います。初期消火できるんですよね、初期消火で負けて、でもある一定の規模になってバーッといったらもう逃げるのは精一杯で、ね、消せなんかもできなくなる、それスレッシュホールドとかな、あるという声が状態原子力もないのに、そういうスレッシュホールド、つまりその炉心溶融のことを持って手がつけられない状態になる前にやんなきゃなくて、行った後はもう、ね、それ対策がしてなかったからいけないとかいいとかっていう問題ではない。これは私は自明だと思います、意識的には。繰り返しますけど、火災の時に、ね、人を助けるために安全装置として、ね、安全装置どうする、いや消防車とバケツ点検をしました、それを安全装置と皆さん考えますか。安全装置というのは人の命を守るためなんですね。それでちゃんと人が守れるならいいけども、火災が起こってね、ある一定規模になった時には逃げ切らなくてみんな死ぬじゃないですか。消防車を消しても消せないですよ。それ安全装置じゃないの、安全装置と言わない、安全装置だったらその手前で手を打って全部安全を確保できるのが安全装置って書いてある。それ誤解しちゃいけない、もうあくまでやむを得ず、もうどうしようもないけど放っとけないから何とかするっていう対策にすぎない、それが原発の対策なんですね。究極の対策です、これが毎回出てきます。もうこれはね、必ずお話するようにして、頭に入れた格納容器がね、壊れた時にそれでも最後には放水球でピューッてやってここで冷やしながらこの放射能をね、この落とすんだって放射能を落とすんですよ。これ最初に冷やすんだと思ったんですよ、考えたかなと思ったら、そうじゃなくて格納容器が破損したときってから漏れてるかもしれない、それを水で少しでも狙い撃ちを落とすんだってこれ信じる人、いや信じるというかね、これを堂々と国民の前に出されて原子力規制委員会も出しててね、私たち馬鹿にされてるんだよ、なんでそれ分かんないの、おかしいですよ、子供の方がそういう人、私はね、これ最初ね言ったら少し言ったら引っ込めると思ったんです、実はこう隠してね、あまり目立たないようにするとかやったの堂々と出してます。とんでもない。まあこれはね。で、まあこれは映像問題ですの話なんで、ね、まあこんなところにしましょうかね。あと後ろの方にですね、時間ちょっと超えちゃったんで、なぜ再稼働すべきでないかとか、それから原発の新基準が何が問題だとか、これ言葉で書いてます。不十分な部分もあるかもしれませんけど、まあある程度分かるような言葉で書いてますんで、まあ後でご覧いただいたら、また議論の方に原発質問にいろいろ言いたいことなんですね。でこれだけちょっと説明しますと、柏崎刈羽
で、2007年中越地震が起きてあった時に東電の対応を見て私が頭に来て書いた絵です。非常に下手ないんで申し訳ないけど、地震が来ても格納容器のことを撮影できなかったんだけど、そいつが揺れてもここにこう、ね、こう引っ掛けたの。ここね、2、3ミリ引っ掛かって数ミリかな、計算上これ3、4メーター、4メーターぐらいなんか。地震が来てこう言っても、いや大丈夫です、これ4ミリ引っ掛かってるから落ちません、こうやったの、計算で。私頭に来てね、バーンといいんじゃないって怒って言ったらね、いや、心配しないでください、ちゃんとコンピューターで計算して確かめてます、計算書を出して、膨大な計算書を出して、これで、だから、その何を漫画家にしたんですが、まあ、こんなことになって、実は安心して心配しないでくださいっていうのは、こういう状態で、極めて危険な状態だということを、まあ、ちょっと言い言ったんです。以上です。どうもありがとうございました。続いて、そのまま。では、原発メーカーズ証弁護団の代表を務める島秋広弁護士と、トークセッションということで。どうも、弁護団の島秋広と申します。どうですか、大変難しかったですね、なかなか。とりあえずですね、原発メーカー訴訟の方がですね、去年の1月30日と3月の10日に2回に分けて提訴してしたわけですが、その後、原告の確定というかですね、委任状と目録の付け合わせというようなことに、まあ、非常に時間がかかりまして、今までかかったわけですが、つい先週かな、ようやくですね、訴状が被告3社、G 投資の日立というところに送達をされたわけで、ということはですね、もう間もなく第最初のですね、進行協議というのが開かれるところですね。裁判所で相手方の代理人と僕らが集まって、これからどうしていくのかと、で第1回の口頭弁論の期日はどうするのかというようなことを話し合って、そこでようやくその第1回口頭弁論の期日が決まるということで、いよいよ裁判が始まるというところまで来たんです。まあ、そこで問題はですね、提訴を去年1月最初にしたのは1月30日ですから、まあ、そのあたりに向けてその前、まあ、1年近くかけて、訴状をですね、作ったわけですが、その中で、まあ、僕らは原発メーカー訴訟というくらいですから、この原子炉に問題があるのかどうかというのが大きな、まあ、論点だったわけですね。もちろんその原発メーカーは責任免責だよというその原廃法に書いてあるですね、条文、責任集中といってですね、電力会社だけに責任を集中させると、他の人たちはもう全部国も含めて全部免責ですよと、この責任集中制度が憲法に反して無効だというのが、まあ、最終的なこの裁判の目標ではあるんですね。責任集中制度という制度というのは極めて不合理だと、原発メーカーはですね、まあ、総価格減方式というふうな電気料金の決め方にも問題があって、そういうふうなシステムからですね、その、まあ、莫大な利益が得られるということを保証されつつ、なおかつ責任を負わなくてもいいんだと、こんな不合理なことはありませんよね。そんなこと言われたら、余裕の金をかけてですね、安全性に気を使うよりも、まあ、バンバン作って売った方がいいわけですね。でこの制度自体に問題があるということが大きな争点になってくるわけですけども、それと同時に、同時進行でですね、並行して、今回の福島第一原発の事故にはですね、原子炉の欠陥が関与していると、それによってここまでですね、大きな事故につながっていったんだということをやっていかなきゃいけないわけですね。で僕ら弁護団はですね、何ていうのかな、後から参加されたその河合さんとか海藤さんとかですね、そういう原発訴訟チームずっとやってきた人たちは、まあそういう人たちは置いといてですね、それ以外に今回の訴訟を書くところまでメインで、実動で頑張った人間はですね、
原発にこれまであまり、その何て言うかな、関与関わってきてないと、原発のことを知らない、連中とい、まあ連中僕も含めてですね、なのでつけ焼き場的に勉強してですね、訴状を書いたんですね。でその段階ではまあできるところまで頑張って、訴状を書いたわけですが、でそこそこまあ、こういうことかとある程度理解したんですが、何しろそれから1年と3ヶ月ぐらいですかね、経ってしまい、まあ正直言ってすっかり忘れかけているということなわけで、まあそういうわけで今日はですね、そのまあ復讐というような意味合いもあってですね、後藤さんにいろいろこれからちょっと質問もしながら、改めてですね、この原子炉自体に問題があったというところをですね、少し、改めて皆さんと一緒に勉強できればと、そういうふうに考えているわけですね。で、じゃあちょっと今日のお話をもとにですね、まず最初に、お聞きしたいんですが、ちょっと僕も座らせていただきます。最初に、2つの、要するに設計通りにできているかという問題と、まあ、できその設計自体の思想はどうなのか。でそれをまあ言い換えれば、設計通りに要するにやってないだろうと、から、やったとしてもダメ、そういうことでしたね。そういうことでしたよね。とこれはまさに、設計通りにできてないものができていると、設計通りじゃないものができていると、あるいはその設計自体に問題があると、これはまさに、いわゆるその PL4 のいうところの製造物の欠陥そのものに当たるというふうに、まあ、法律的には言えると思うんですが、そういうふうなふうに考えてよろしいですかね、後藤さんがさっきおっしゃった、最初におっしゃったことは。ですね、まあ、非常にいろんな複雑な問題をはらんでしまうところがあるんですけども、少なくても設計で考えてたけど、一応設計ではそう考えたつもりだと。しかし、そうなっていないっていうのはですね、まあ、予測できたかどうかと実はあるんですけども、実際問題としてはですね、原子力においては、例えば事故の条件があって、これ訴訟の中に入ってますけどね、核燃料だったら核燃料で、沸騰水が当たると、配管穴がバーッと蒸気が出ると、そいつが水の中に出てきますね。すごく衝撃的な感じで、この振動するんですね。でそれ、私も計算してるんですよ。実験結果があって、その時に大体こういうふうに見えるんだと。で、計算してる、実際ね。だから、建前としてはそれで持つはずだと、今でも一部思ってるそうですよ。ですけど、じゃあ本当に大丈夫って言われた時に、福島の時に考えると、まあ、あそこは配管穴が起こったとなってないけど、でも配管穴が起こってこういった時には、蒸気が出て、同時に地震が来た。地震は考えてないです。私の設計担当しているのには、ろ過、冷却剤喪失ができるときに、たまたま大きな地震が来るなんてことは、10のマイナス8よりと10のマイナス70より、確率が小さいので、考えなくてよろしいという設計です。というのは、今もそうなっている。実は驚くべきか。何かというと、確率を計算すると、配管肌の確率、ね、地震の掛け合わせようと思う、天文学的に小さいから考えなくていいって考える。そうすると何が言いたいかというと、設計上でも福島を見たらね、あのすごい地震が来て、しかも長いんですよ。普通設計上1分以内の設計は考えてきたのは軸地震の長さ、あれ3分ですね。そうすると3分も来たのって、もうそれだけ聞いただけで絶句しちゃうような内容の設計上、立場上、後藤さんどうですかって言って、いや地震でも時間長いからといって必ずどうかって分からないので、疲労みたいな繰り返しの力で、そんななってことも一発でやっちゃうわけですよ。その現実にそういう事態があったにもかかわらず、その点についても修正もしてないと。私そう思います。きちんと修正してない、でバーカー的な修正してるの、これはまずかからこうだねってことやってるの。だけど基本に戻ってね、そもそもそれはどうだったか、じゃ格納容器が本当持たなくなることあるのかっていうふうに原点に戻って考えればね、まだね、少しは、まあ、なんていうかな、分かるんだけど、それすらやってない。だから私は非常に腹立ってるんです。
設計者として払ってるんですよ、うん、それはそのちょっとよくわからないですけど、地震が1分間であることを想定した場合の設計と、まあ、3分なりとか続く場合のその設計の簡単にどんなふうに違うんですか？ですね、対象によって変わるんですね。そのこう地震が来ると振動が来るわけですね。揺れた時にその大きく変質、大きく動いて壊れるのか、そうじゃなくて繰り返しずっとやって疲労でやられるのか、その破壊の仕方によって変わる。なるほど、はい、なるほど。ということは、まあそのまあ、結果論で言えばそういうのは1分間という設計自体の問題があると、正確に1分間って言ってるわけではないんです、実は。ないんですけど、実験やるときも何ときも全部今まで1分以内ですよ。で、何より地震を作って、はい、やりました、そうですってやって実験してきたんだから。あ、なるほど。3分までと時間なんかないですよ。3分になってたら、バカなことやるんじゃないと怒られちゃう。そういう非現実的なね、ことを考えるというのは、現象の世界なんですよ。なるほど。ではちょっとですね、非常に簡単なことだと思うんですが、さっきお話聞いたので、単純に質問なんですけど、窒素をね、入れることのその効果っていうのはどういうふうに説明？ちょっと説明発症しちゃったのですいませんでした。水素っていうのはご承知のように水素と酸素があったら火がついて燃えるわけですね。で、大体数パーセント、 4% か 5% くらい水素の濃度がある。そうすると火がつきます、酸素があると。で、十数パーセント、13% の上くらいになると爆発します。爆発ってバーンっていっちゃうんです。で、みんなぶっ飛ばしたの。で、1号機、3号機は多分そのレベルまでいった。それで怖いから、じゃあ水素を先に言ったら処理装置とかそんなね、甘いもんじゃなくて、水素の処理装置なんかつけてもうまく機能するのかといろんな心配があるじゃない。で、そんなこと頼らないで、もう最初から、ね、水素までだといいのに窒素を入れちゃう。酸素がないんです。酸素を除いて窒素で浮遊してて、酸素がないから水素が出てきても燃えないんですよ。それが格納容器の設計なの。一応考えてるんですよ、ね、みんなにバカにされても全く一生懸命考えてるんですよ、商品設計ね。ですけど、ね、ちょっと恥ずかしいけど、実は格納容器から漏れることを想定してなかったら、漏れちゃって指で爆発してから、まだ安全以外にちゃんとイチャーガチャーってなっちゃったね。それは原子力やってる人間から見たら、まあ、あるんじゃない、まさかと思ってたことなんですけど、でも物理現象として当たり前なんですね、設計書に超えたから。それは窒素である必然性というのはあるんですか？それはね、他のものでもいいかもしれませんけど、まあ安くてっていうのも入ってるかな。一番使いやすい、その扱いやすくて火が出ない、燃えない、燃えないためには不活性である、つまり他と反応しないとか、そういう意味で一番その安全性も含めて窒素がいいんじゃないかっていうことだろうと思いますね。なるほど。ちなみに窒素と水素がくっつくとおしっこになるんですかね？まあちょっとあんまりそちらの方よく詳しくないんですけど、そうですね。ご掃除なら体があったら教えてほしいけど、まあその反応的にどうなるかってことはね、なんですけど。わかりました。あとさっきの SR 弁の話です。はい、安全弁ですね。なんかあれとかに関してもなんかそのまま設計上の欠陥と言えるように聞こえたんですけど、まあ、もう一度繰り返します、はい、ここでしょ、ここの中に格納容器の中にこれがついてて、ここで圧力が落ちたらここからブワッと逃がさないと圧力容器が爆発しちゃう。だからこの圧力を逃がす。あるいはもう一つはこの原子炉に水を入れようと思ったけど、これ設計が70気圧くらいなので非常に高圧でしょ。外から水を入れるってことが入らないんですよ。ものすごい圧力の高いポンプで何か入んない。で、それは一部にあるけど、そんな全部作動してなかったから、特に加工品の対策でやるなんていう時にはもう全然ダメ。外からね、ほんのに力がないから、この原子の圧力を1気圧、数気圧まで落とす。その作用がこれでやるんです。その時にここが作動するのには、ここがこの格納容器の中のあるんで、この格納容器の中の圧力がこれに影響を与えちゃってる。圧力、これが設計してる圧力よりも高かったからこれが動かなかったっていうことなんですね。でこれはまあどういったらいいんですかね、想定外で言うしかないんですよね。やっぱり他に言わないですよね。設計圧力を超えてしまった想定外でありますから
これが働かないのは当たり前というのがこれを設計した方の立場です。でも過保護事故ということを考えてるんだったらふざけんじゃない、そんでサボしないもんだか、なんでそうなんだっていうことになります。でそれはこのメーカーの責任者がいけないんではありません。東芝日立がいけない、東芝がいけない、ここでちゃんとそれ指示してないんじゃなくて、この条件で2気圧になっても2倍になってもね、設計圧が2倍になってもこれ作動するようにやっとけっていうふうに指示をしたかということです。私はしてないんだと思いますね。ちゃんと届いてないですから。それは やっとけって言えばできるものなんですか。あの最初から開発するときにあればできるでしょう、うん、あの設計状況を与えられればなんで、それはできると思いますよ、うん、物理的でかいことはありえない、うん、問題なのだから、そんなことは考える必要がないというふうに組織的になってたとは思うんだよ、うん、だからそれをダブルスタンダードと表現してるんです。設計条件と過酷事故条件、2つの使い分けをやることが間違っているよと言ってる。ちなみにですね、ちょっと離れるんですけども、今回その1号機に関しては、まあ、地震が原因ではないかと、はい、今 かなりな、まあ、田中光彦さんもそういうふうなことをおっしゃってますし、あるいはその科学っていう雑誌ではもう一人あれです、弁護士の方もそんな論文を書いてますけど、これについては、まあ、要するに地震が原因なのか津波が原因なのか非常に大きな、はい、まあ、欠陥ということに意味でもつながってくるところなので非常に興味があるんですけど、はい、これは後藤さんどういうことですか。ですね、あの、まあ、私が今あの田中光彦さんに最近ね、木海事故調といってね、あの文字ってるんだけど国会事故調がなくなっちゃったものからもう一回、ね、木海事故調って言われてるんですよ。で、まあ、研究会でやってるんです。そこでね、これ前その検討して確かめなきゃいかんって言って1号機の建物に入ってる電車、火柱がね、それは何かというとここにあるそのこの辺にあるんですけど、アイソレーションコンデンサーがあって、この4階、ここ4階なんです。4階とはここの部分にで爆発が起こった可能性が高いっていうふうに読んでる。なぜかというと、ここの4階、ここ5階ね、5階で爆発が起こったとされてるけど、ここに4階と5階をつなぐところに4、5メーター角の大きな大物搬入庫という蓋がある。その蓋が閉じてた。で、爆発が起こったということは、5階で爆発が起こったんだから、この4階の床にでっかい鉄板がなきゃいけない、見つからないんでしょ、ないの。それでおかしいねとみんなで議論してたんですけど、もし5階で爆発になったらポンと落ちてこれ下に行くんだから、ここに落ちてるはずなのにないということは、逆にどうもここいろいろここら辺壊れてるので、ここで爆発してこの蓋がぶっ飛んで4階とか行っちゃったっていうふうに見てる。と、主要な爆発は4階で起こったという方が合理的であるっていうのは私も合理です。これありますということは、じゃあここで水素は何で起こってきたの。ここの水素は分かるんですよ。ここから漏れてね、こういってこういってこういってここの隙間から出てたまるんです。だけどここで爆発したとなると、さあどういう経路で水素が来たのってなる。そうするとどこかこのアイソレーションコンデンサーの配管、あるいはどこかのところの漏れがあって、そこから水素が出てきた可能性はないのと、そういうことにつながる。ただし今どこがどうだっていう断定をできるだけのデータ調査はできてないっていう状態です。それが一つ。あと津波の話は別に伊藤弁護士が人に、はい、あの時間関係あると確かにおかしいっていうのはあります、ね。いや、まあ、そういう意味ではその地震が原因ではないかという推測がかなり合理的な推測と考えています。ね、その証拠の問題から言うと、何でしょう、外線性、可能性ですね、可能性として指摘はいいと思いますね。それでただ難しいのは申しましたように、その証拠がね、なかなか見つけられないんですよ、入れない、はい、だから確たる証拠がない状態なんで、ちょっと見つかるようになりますので、それで今のこの不自然の状態というのは他にもそうですよね、いろんなのがあって、どこまでが分かってどこまで分かってない、原因はどこかというのを含めて考えたときに、今のようにきれいなシナリオでこういってこういってこうってこうですねっていうもので見てるのは、これはちょっとどうかですねっていうのはありましたね。その中の一つ。で、私の主張というのは、例えば格納容器が2号機の格納容器どこでどう壊れたの、全く分かってないんですよ。今水路も一部してたからあるけども、これは全く分かってない。
そんな状態でね、事故が分かったって言わない、核燃料の立場だったらはっきり言って、皆さんに怒られちゃう、でも分かってるんだったら説明してみなくて、ごめんなさい、2号機がどこでどのように、どういうふうに壊れてるか分かりませんっていうのが、私の立場で、立場というか、実際そうですから、誰も分かんない。そういう状態を持って事故が分かったっていう直接的な原因が分かったとか、もっとひどいのは原子力学です、根本的な原因が分かった、信じられないことなんですよ。これ学者がこんなこと言うかと、そんなこと言ってたら、先ほど私が言ってたね、アイソレーションコンデンサーの話設定のこととか、そういう考え方とかね、それに対してきちんと何がいけなくてどうかとか、きちんとしてしなきゃいけない、それすらもね、きちんとしないというのが感じですね。まあ本当ですね、事故の原因がわからないまま次の再稼働と、そこが一番大きな問題ですね。でしかもね、もう一つ言っちゃうとね、仮に分かったとしてね、それから対策は大変なんですよ。分かってないから話にならないけど、分かった上でじゃあどうかって言われたらね、それも結構大変なはずなんですね。実は先ほどの推計あるでしょ、推計事故のことが4年5年経っても、実はそれじゃないんですよ。あの推計にいろいろ制度問題って昔から分かってるんですよ。で沸騰水の水位が次の層っていうのがずっとやってきたけど、結局ちゃんとできてないんで、今も付け替えてないわけですよ。そのまま使ってる、そのまま運転しようとしてるんですよ。私これだけでダメだと思うんです。車のねブレーキが時々故障します。でもここに温度計つけてきましたので、この温度が何度以上になるとこれ故障しますから、その時は運転を控えて気をつけてくださいと言って沸騰水型を運転しようとしてる今。これ本当なんですよ。なるほど、あの水域をね開発するのに5年や10年かかる、間違いない、2、3年できるはず、今やってるのでもあるはずない、まだできる、だから少なくともできるまでやろうっていうのが筋なんだけど、そう言えないから、ね、嫌だからあそこに温度計つけて、温度がこれ以上上がったら働きませんって言ってるんですよ。本当ひどいでしょ。そういう飛行機に乗りたいと皆さん思います、ね、このエンジンね、ちょっと時々故障するんだけど、温度が上がってきたら危ないから温度計見ておけばいいんだよ、大丈夫です、分かりますよ、その時にはね、飛ばないようにするからっていうんで、ね、飛行機を飛ばしますからっていうことなんですね。もうご存知の話聞いてると、めちゃくちゃ岩をかけてめちゃくちゃっていうのはよく分かりますけどね。ちょっとするとですね、また全然関係ないんですけど、3号機は、はい、あれは水素爆発じゃなくて核爆発だというふうな話もよく聞くんですが、まあ、それについてどう思われるかということ、もし核爆発だとすれば、それにて、だとそれは何を意味しているのかちょっとお聞きしたいんですが、ですね、前からその質問があってて、私も、確たる答え持ってないと正直なんだけど、前田さんとか他の人も含めて、核爆発説があってですね、あの爆発の形態を見ると水素爆発ですまないっていうのが一つですね。でただですね、爆発の規模に関してだけ言うと、大量の水素があってしっかりした容器の中に閉じ込めて爆発するとね、ものすごい爆発力になって、構造が破壊してもおかしくないだって言って爆豪っていうのが起こるんですけど、だから水素爆発だからああいうふうにならないっていうのはちょっとどうかなというのを思っているんです。それが理由とするな。ただ一番有力な一つのものを考えた中には、最近NHK でやったんですね、ホットパーティクルってこの非常に高温になってね、その炉心余裕のような、さらに高温にならないと普通の余裕状態じゃない、いわゆる本当にその核的なその状態、高温にならない限り出てこないようなパーティクルが発見されたんです。だからそれはその4号機の理由だって、3号機の、ね、理由だっていう説が出てるんですね。ですからそれちょっと分かんないのは、じゃそれ本当にロシン側では絶対そういうことがありえないのかどうか、ロシン側から出たものがこうパーティクルがどこかのあれから出てきていってる可能性がないかとか、そういうことの議論が必要であって、一つか二つのがなったら速攻だって言っていいかって言われると私はちょっと慎重なんですね。でしかもその3号機 その物証ね、一番大事な物証は物的な、例えば3号機のプールの中、目が結構分かる、見れば分かるんですよ、その損傷状態から
画期的なアナログってめちゃくちゃなってるんですか、そこは。そこは見せてないから電力会社が伏せてるのかもしれない、そういう説もありますけど、少なくともそういう情報データはない。だから確認されてないんですね。で、まあこっちの説と説ありますけどって、そういうレベルで、しかもあとはですね、あるのはあの核的な問題っていうのは何が分かったかというと、まあ一つの説はね、例えば水素爆発が起こって中でぐわっと動いちゃって近づいてね、それで臨界化してるんで、そう、まあ、そういうとこから始まってるんじゃない、それからまあちょっと細かい現象ちょっと分かんないんですけど、そういうことを言ってるみたいなんですね。そこはでも不確かです。これは仮に核爆発だとしたら、それは、原因にこういうことがあるんだろうって、やっぱりだいぶいろんなそこからつながってる可能性もあるんですか。まあそうですね、まあそれであるのが大変な問題なんですからね。ああそうですか、それはそうだと思いますね。わかりました。ですね、まあ一応ですね、この訴訟の中では、原発メーカー訴訟の中ではですね、まあ、先ほどから言われているその事故とかが起こった原因というのは明確に分かっていないので、その何が原因で、つまりそのどこのこの格納容器である原子炉全体のどこが原因で、あるいはど何が欠陥が、ね、どの欠陥が原因でこういう事故が起こったかというのを明確には言えない状況にはなっているわけですよね。ただね、捉え方によるんですね。その例えば全てのことは、まあ、言ってないわけですけども、例えば、まあ、私の言った核の容器ですか、核の容器で言うならば、まさに G で、ね、説明してたように、問題してたように動的な荷重があったり、そもそも小さいだろうとか、ね、すぐその水素を含めて企業粛清の場所に行ったら加圧しちゃうんじゃないかと、そういう議論があって、それ実際に起こってるんですよね。でしかもその時に時間的に考えた時に、本当にあれはね、その核の容器の圧力抑制するこいつが機能してたかどうか怪しいわけですよ。つまりここでここから吹いたものがここから出て、ここでちゃんと水が凝縮、蒸気が凝縮して圧力が上昇しないようになっているのに、ここの中で直接核の容器の中に出てきちゃうと凝縮しないんで、どん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 圧力が上がっちゃうんですよ。つまりこの圧力抑制機能がちゃんと働いたかどうかっていうのは本当ですかっていうクエスチョンを私は持ってる。全てとは言いますけどね、プラグに向けるそういう可能性があって、それで例のスロッシングって話をまあ言ってたんですけど、まああれが絶対そうだという証拠はないのでね、まあ基礎の仮説に過ぎないわけですけど、大切なことはこういう圧力を抑制する機能が働くなら、例えば水位が下がったら確実に働かないですね。で、あまりすぎてもダメなんです。突水しても働かなくなる。と、一定の段階があるわけで、そういう条件を考えると、過保護状態というのは本当にめちゃくちゃになるので、本当にそんなに機能しない状態になっている感じです。っていうのがこう考えられるんですね。だから、そういうふうに考えると、そもそもそういう設計でいいのかっていうのはいろいろ出てくると思います。まあ、僕らとしてはですね、その、まあ、結局原子炉に、まあ、何らかの欠陥があったということ、欠陥があって、それが原因でこういう事故につながったということを、まあ、強く推認されるというところまでしか言えないと思っているんですね。で、それをそのまま直接原因が分かっているわけでない以上、立証することも難しいですし。ただこれなんかはね、もう国会事故調整の論争はしてるけど、もう明確にこれダメだってのは明らかで、これ機能しなかったから、でこれ閉じちゃったら機能しなかった、水素が来たって時だと、もう明らかにそれはそれによる欠陥であり、運用の失敗であり両方あると思いますよね。明確に言えると思うんですよね。なんかね、まあ、そういう意味で言うとあれですね、まあ、もちろん被告自体もですね、1号機が G であり、2号機が G と東芝、3号機が東芝、4号機が日立と、でまあ、4号機なんかはもう稼働しなかったわけですから、全く事情も違うし、こういうふうに若干設備も違うということで、当然被告はそれぞれ会社、それぞれ被告ごとにですね、全然違う反論もしてくるだろうし、それぞれ1号機、3号機、4号機、別々にこちらも、まあ、できるところまで立証していくということが、まあ、必要になってくるので、まあ、そこはいざ始まるとすごく大変だろうなというふうには思っているんですよね。
ですから、まあ、その時にはぜひですね、後藤さんには大変お世話にならないといけないし、でその時はまあお願いしたいと思っているんですが、それではですね、ちょっと今回、高浜で、まあ、非常に、またですね、大いに続いて、素晴らしい決定が出たわけなんですが、まあ、そこの中に、重要な部分としては、この規制基準ですね、新しい、が、なんて言われてましたかね、それがその合理的とは言えないというようなことがですね、かなり大きな、新規制基準自体が合理的なもの、でなければならないけども、まあ、そういうふうな、ね、合理性があるものとは言えないと、安全性が確保されないということを言っているわけですね。ですから今回その規制、まあ、裁判所はその規制基準の合理性に踏み込んある程度踏み込んで判断しているわけですけども、でそれに対して、まあ、政府はですね、未だに世界一厳しい基準ということを言っているわけで、そこの捉え方が随分大きな違いになって決定的になっていると思うんですが、先ほど、まあ、そこの部分のお話を飛ばされたので、今回高浜のですね、決定をじっくり味わうためにもこの基準とですね、問題点を短期にちょっと説明していただければと思いますが、資料としては用意してないですけど、まあ、一番問題の一つは耐震ですね、震どれだけ何回るかというと、どれだけ振動に耐えられるかというのを基準にね、その設定自身が最悪、そこの高浜に来る地震の最悪の状態をちゃんと推測できているとは言えないっていうのが大きい。その根拠は何かというと、過去に、今は SS というと、昔は S2 と言ってたんですけどね、想定される、もう想定された最大限で想定される地震度がこれだ、その S2 で設計してきた、ね、各原発日本中そうやってきた。だけど日本中の原発ですでに5回も設計基準を超えた地震が来てるんです。これそんなね、地震なんか来るはずないよと、もう考えて一番最悪だって言って作った地震度ですよ、それをもうすでに5回超えてるの。だから裁判所はね、素直に言ってるんですよ。5回も超えといて、高浜も超えないっていうのあるのって言ってるだけですよ。すごくシンプルですよ。当たり前のことを本当におっしゃってくれると私も思うんですね。で非常にいい内容です。まあ、それいいですね。で、他に電源の話をいくつかちょっとやってるんですけどね。で、一つの考え方は、電源、例えば、電源と冷却とか、電源に関して言うならば、外部電源ってその外からの電源でしょ。で、ああいうものを、その電源というのは、地震でやられて、今度困ったんだ。だから、多重防護でやってるって言うけど、そもそも地震に対して電源弱いんじゃないのって言ってるわけです。だから電源をちゃんと強化しなさい。外部電源。と、外部電源を強化しようとすべきだと。それやってないこと問題してる。基本的な考え。で、給水ポンプも、給水ポンプって水を入れるポンプ。それも、給水ポンプは日常的に使ってるやつなんで、別に壊れてもいいんだよ。補助系がちゃんとしっかりしてるからで大丈夫だって言ってる。で、あの裁判では、言ってるとおかしいだろう。まず最初に、下のものがあって、それの耐震設計の中で、壊れないようにしといて、それがダメな時に服で行くんだけども、最初からあるものね、脆弱でこれは壊れてもいいかって、と自身が舐めてるということを言ってるんですね。耐震と冷却についておりますね。まあそういうふうな、その、ことについても、説明されてるわけですが、その、今回はね、原子力規制委員会の、ですね、その規制基準自体の甘さで。甘さですね。はい。規制の基準の甘さで、まあ、実は先ほどずっとお話してたそれから下がるんだけど、加圧水型なんでこういう大きな格のようになります。で、原子炉があって、ここで実はね、これいろんなものを壊してるんですよ。これすごい事故なんですけど、もちろんね、電源がなくて、どうかで、ここで配管が破断して、ね、で、まあ冷却系統もこう
一部のこの常設電動チームとこれだけが動いてっていう条件で検討してるんですね。そうするとここから水を入れてまあわらっと入れるんでこうやってるんだけど、ここで漏れてるのでいくらここに水入れても原子炉の冷却ができそうもない。だから原子炉は冷やすことをやめましょう、諦めましょう。つまりここはもうね、圧力容器は防護できない。その時は撤退して放っといて、じゃあせめて格納容器が壊れないようにここからスプレーで格納容器を冷やしましょう。で水がバーッと落ちると、この水が下に行ってたらたまる、ここに水がいいかちょうどね1時間か何時間何十分後にたまった時に余震が出て起こってくると、ここで沼が冷えるじゃないですか。これでよしとよしと、こういうシナリオです。この広さ側に向いてる、これはね私検討したんだけど、これどうやって水が入ってるか、これ書いてある。ここね壁があるでしょ、ここからどうやって水が入ってくるかというと、ここに40センチ ×20 センチの穴がここにあります。で、こっち側にもう一個あってね、2つあるの。この穴とこっち側に直径15センチ、150ミリの穴が開いてて、ここから水が入ってきて、1時間半回ったら十分に水溜まります。こう言ってる。でもちょっと待ってください。冷却剤装置事故でしょ、配管がめちゃくちゃ離れてるの。どういうことが起こるのか。保温材というのがバンバン飛んでますし、はい、そこら中ゴミだらけです。それが流れてきてこう塞がるんだもん、塞がらない方がおかしい、塞がるのが当たり前。それをね、そんなことも考えずにね、これ水が 何流で何時間入ると言ってるんですよ。もうこのいい加減さっていうのはね、愕然とします。本当に原子力の事故を何でるのかって感じですよ。めったく分かってない。福島の事故とか言ってください、あなためちゃくちゃになってるから。事故ってそういうもんですからね、配管破断したらそうですね。それでこれがあってね、だからそうするとじゃあここで冷却できるっていう本当かっていうんで言ったのが、水が入ってこないと実は足の時にね、こうなんですよ。これ水が入ってこないからどん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 欲しいじゃんって、これ発熱ですからね。これあのね、溶けたものというのは熱があって、それが時間とともに減るって、あの長期的には減るんですけど、あの崩壊して減っていくんだけど、基本的にはここで熱を出してるんですよ。発熱は発熱してる。でしかもコンクリートなんていうのはまた発熱するの。だからこれは水を入れなくて冷やさなければどこまでも行くんですよ、基本的には。だから水を入れなきゃいけない。じゃあさっき言って水が入ってきた、十分に先に水が入りました、そこにポチャンと落ちる。これはですね、格好の水蒸気爆発の実験になっちゃう。水蒸気爆発というのは溶融物があってそこに水をかけても爆発する可能性があるけど、プールに溶融物を起こすのは一番怖いです、絶対に。だからそれは避けるというのが常識で、チェルノブイリの時もそれが怖いから下を掘ったりした、ね、で水蒸気爆発の方が怖いのはみんなどこの業界も同じで、例えば鉄鋼関係ですね、溶鉱炉あるでしょ、あの溶鉱炉の中に水入れるってこれも聞いたことあるんですよ、溶鉱炉の実際に。ちょっと水入れたらどうなる、バカ言うんじゃありませんって怒られてる。水蒸気爆発、水蒸気こうやって水蒸気爆発怖いから、溶融物と水を接触させないように、じゃあどうやって冷やすんですか。溶鉱炉ってほら冷やさないとやっぱり溶けちゃうんですよね。でちゃんと中に配管が入ってて、そこで水冷やすんだって。水と接触して、あの溶融物と接触しないで、まああるのに当たり前ですけど、というふうに言われてたんですよね。でところが原子力で平気でこういうことやって、まあちょっと研究やった結果から言うと起こらないんじゃないのっていう傾向ね、こういうふうに言ってるけど、まあ、ちょっと細かくなるけど、これ落ちるとね、こう、そこを持たれていって、こうやって、ね、バラバラなんですよ。バラバラになって、その周囲に膜ができて、熱いからね、中熱いんで、周囲が蒸気に膜ができると、こうやってゴボゴボと出てくるでしょ。その状態だったらまだ爆発してないんですよ。ところがそれをね、どこかの一つをプチンとやるとね、蒸気膜が分かれて、割れて、爆発するんですよ。その爆発がずっとずっと連鎖反応してドドドドド爆発するのは水蒸気爆発、そういうメカニズムが分かってるんです、ね、それでそれをやるときに実験をやって、実はやってるんだけど、この結果何言ってるかというとね、あのトリガーといって、今のこの爆発をきっかけになるこうチョコンって叩くんですね。これは実験をやるときにはわざとちょこっとトリガーをかけて爆発してるから爆発するけど、原子炉の本物の原子炉の中では
そういうトリガーに相当するものは見当たらない、ないから爆発しない、僕愕然としたんですけど、皆さんどう思われます？事故があってよ、地震が来てよ、いろんなものがぶっ飛んだあって、それでそーっとダメだ、そーっと静かにしてください、ちょっとその蒸気膜を破ると爆発するからそーっとっていうこと考えられます？もうね、慌らしくてね、議論の対象にならない。これがね、科学者、技術者の議論かと思ってね、情けなくなります。というのが、もう一個言うと、これらの実験ね、起こりにくいとか言ってる実験もある、起こらないのは確かに、起こったらない、だけどその扱っている量体は少なくとも100キロとか、ね、そういうことなんですよ、数十キロ、100キロのもんだ、キログラムのもんだ、これ100トンのもんだんですよ、何百トン、そんなにね、ある小さな規模で実行しといて、仮によ、全部それで分かったとしても、スケールがそんなに違ったら全く適用できないのがいっぱい出てきます。っていうことを、原研のこの水蒸気爆発の報告書の中にはっきり書いてある。一項も書いて、適用限界って書いてある。これを適用すると注意書きが書いてある。これがこういう結果でこういうふうになったけども、スケールが大きく変わったときには、スケールが違ったときには、これはもう一度見直す必要があることを検討すべきだってはっきり書いてあるね。それを電力会社もね、規制委員会もどうやって読み飛ばしてるの、私ようあるというのが現実ですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、あれですかね、皆さん、今回訴える相手が3社ですね。で、GE と東芝と日立が作った原子、担当した原子炉がすごく違いますよね。そうしたときに、まあ、さっき志麻さんもおっしゃってましたけど、多分いろいろ言ってることが違ってくる、なんか反応がね、こちらの対応も非常に大変になってくるだろうという話がありましたけれど、一番その設計的にね、その3社に共通して、そのどうしてもこれおかしいんじゃないのっていうようなね、その設計思想の問題、多分設計上それができてかどうかっていうのは検証しようがないですね、ものが現場に行けないわけですから、ですからどちらかというと設計思想というか、先ほど、お父さんも言われてました、過酷事故か、その事故か、ダブルスタンドであったのであろうというようなところも、私はどうも一番ポイントのような気がするんですけれども、それをね、一番その表すような、かつ3社に共通なその原因というか、設計上の問題っていうのは、先ほど3つぐらいの、今でも分かってるっておっしゃってましたけど、どれがそれに該当するべきだと思いますか？まあ、私が一番やりだしたのは、やっぱり核力系はね、話がしやすいんで、話してみてね。これ、核力の一番上のところのフランジっていうんですけど、これ、鉄板がとこ、これ上の蓋があってね、これぐるりと周囲直径10メートル回ってて、このボルトで止めてるわけですね。ここにガスケット、ゴムが入ってる。でこいつがどれだけ嫌いから漏れるか、温度がどれだけ漏れるか、こういうことを過酷事故の時どうなるかっていう研究を私がやった。でその時にデータを取ると、例えばこれは圧力によるデータで、圧力があると何時に開いてどうこうでどのぐらいから漏れるかっていう、そういう研究をしてた。でこれもこのガスケットの曲でやってる。でこれ温度、温度で、これちょっと英語ですみません、横は温度、縦軸がね、圧する、リークしたとき、漏れたときの圧力なんですね。で、これ、まあでも圧力によってあまり違わないんですね。温度依存性が強くて、ほとんどまあ250度から350度くらいの400度くらい、この辺で漏れちゃうねっていうことが分かってる、どんなタイプもね。そうすると、このくらいになったら漏れるって分かってて、じゃあそういうことで、核事故対策がこうでって言ってたわけですから、その
設計条件を超えて加工事故になっても放射能は漏れないようになっちゃいけないねっていう話をしてたのに、実は漏れてしまった。それは何かというと、これらのデータはですね、窒素と水蒸気だけで実験やってます。私は水素を使っていません。水素が大量に来てそれ漏れるってことをこの研究の中で想定してませんでした。これは私の責任でもあります。ですけど今回の、ね、明らかな違いは、化学事故についてこうやって検討してたと言ってるくせに、だけど水素のことをやらなかったから水素が漏れてそれ爆発したでしょと。水素爆発の責任の問題はものすごくあるんですよ。私はっきり言って、これぜひ私を追及してください。その場で呼び出して、ことお前どうしたんだ、もう素直に吐くとおっしゃいますから、ね、本当に。だってひどいのも、あのストレステストで検証したらあったでしょ。ああいう時でも私メーカーの話からね、いろいろ議論してたのに、これはどうしたっていうと、私の論文出してきてこれでいいんだって言ってきたから、その論文は今は間違ってますって言ってるのにさ、水素は扱ってないでしょ。水素はだから漏れちゃったからお金になったでしょ。つまり圧力温度ね、実験的にやったんだけど、その実験ね、前提条件があって水素まで考えてなかったら、そっちのところなんですよ。だからそれを加えてもう一度やり直さないと、今の確率が大事だとダメなの、はっきりと。そのことを言ってるんです。で、これはね、実はあまり初期の頃ね、強調しないようにしてた。まあ自分の責任っていうのもあるけど、それだけじゃなくて、これはやっぱり、あの本気で確率が大事だと考えるかどうかを見るときに必要かと思って、やっぱりちゃんとやってる風に見えないから、やっぱりこれやるって、どっかで叩こうかなと思ってます。本気で。すいません。あの、それは、あの、今のお話は、あの、どうでも東芝ですよね。例えば、日立だとか、同じです。同じです。G も全てです。そこらは分かるの？全く大丈夫です。大丈夫っていうか、あの、共同研究やってるんで、あ、そうなん、日立と東芝と、あの、両者で、やってますから、同じ、あの、顔だって分かってますから、あ、そうです。あ、そうです。飛行石に並ぶ人間は誰だって言わないけど、私は困るから。もう一つそれに絡めるってなんですけど、例えば、設計のね、あの、今言った、その、普通の設計と、その、化学事故の設計だとかって言ったときに、はい、国からのね、関与っていうのはどういう、例えば、国からのね、あの、設計基準としては、こうあるべき、みたいなものがあって、それに絡むものなのか、あるいはその設計メーカー独自のものなのか、そこら辺のものなんですね。あの、それはね、あの1992年か3年、2年頃ですけども、原子力安全委員会の中にも共通問題懇談会という具体的な共通点となったのかというんですけど、そこの中で初めて、今までは核事故っても起こんないと言ってたのに起こると前言ったのに、そこで初めて研究対象として出てくる。で、メーカーも実践検討入って、私はその中で研究始めたの。私がもう東芝入って本当に2、3年のうちです。で、その時に話して研究をやってるけど、じゃあ核事故対策をどうするかものすごい議論してたんだけど、そんな規制を強化しちゃったら大変だしっていろんな議論があったんですね。それで結果としてはこれは過酷事故ったというのは今までは起こらないと言ってたけど、チェルノブイリもあった後で全く起こらないというのはちょっと問題だなと。やっぱり認めざるを得ない、シビアアクシデントが起こりうると言いながらね、ぐちゃらぐちゃら言うんですよ。でも ねもう十分に対策を取って工学的に起こりえない、ほとんど無視とそういう言葉が並んできて、でおしまって何もやらないかと思ったら、それはまた最後にいやで、あるけれども、規制はしないけれども、まあ、過酷事故なるものはあるというふうに分かった以上は、しかるべき対策を産業界としてやっていただきたい。こういうふうになっている。だから、自主的に電力会社、メーカーがその対策をやりましょう。っていうことで起こしている。で、だから実際は、経産省に全部かなっている。どの対策か全部やってますよ。指示じゃないけど、議論して。つまり、原子力村の中で一体になっている、二作ではない。やってきたんですよ、単純に。ただそれをオフィシャルに、これは強制ですか強制じゃないですかっていう意味で言って、強制ではありませんって言ったけど、例えばメーカーの時からやりたくないから何言うかってちゃんとやりなさいって言ってるわけで、脅しかけてるわけですから、加工事故に対して対策をやることを
推奨するってのは脅しですよね、ほとんど。電力会社メガネってことでしょ、規制当局が推奨するって言ったらさ、しかるべき回収やってほしいっていうのは、実際そんな感じですよ。だから、私はそれは、よく言われているように、きちんと法的にやらなかったのは事実で、それは間違ってるんですけど、本当はね。ですけど、それだけじゃなくて、それが一つ、それが一つのあれでもあるけど、きちんとっていう以上にその、やってる、やるっていうそのポーズですよね。ポーズで実際にやって、それでいけるという判断をした責任というかな。そこは、まあ、私なんかも含めたメーカーの技術者の責任がすごく大きいと思っています。例えば裁判というとね、多分、要するに国の責任か、そのメーカーの責任かとかっていうところの話が出てくると思うんですけど、そこら辺はどう？難しいですね。それはね、私両方あると思っていて、ギリギリやらなきゃいけない内容なんでね、なんともそうですね。具体的なね、もうここでこういう文章をこう言ったなっていうのを持ってこないと、戦いにくいかもしれないね。私は両方、ものすごく両方責任を感じてるんで、そのどうしたらって言えないくらい、もしその大事って言った方がいいと思ってですね。その中には、フィルターベントもあります。フィルターベント大きいでしょう。フィルターベント責任はもう絶対追及するんです。フィルターをつけるべきだっていうのは、私たちはメーカーの中で議論してますから、私も実際に、この後フィルターつけられるのか、ベントつけられるのか、ということはフィルターベントどうするのか。いや、フランスはこう、どうしても、みんな一応出したんですよ、メーカーの中で。メーカーで調査をして、その調査結果を電力会社に報告してるの。で、こちらはつける立場にないんですよ、メーカー側は。採用は電力会社だから。情報出される、調査。電力会社が、いや、これはつけるのやめたって決めたわけでしょ。だからこういうふうになったでしょ。だからその責任を明確に電力会社とは間違いない。で、その時に、フィルターを、ベントをつけるって判断を、すると何でいけないか、そこがすごく大事なんですけど、まあ、私の覚えてる範囲はね、お金の問題、それから、あるんだけど、そっちよりも、僕は見かけだと思ってる。見かけ。大きすぎる。フランスのね、フィルターベントっていうのは、サンド。フィルターサンドって、サンドって砂。大きな容器からね、直径20メートルぐらいあるから、すごいでかい。それに砂が詰まってしたら、ブーっていって取る、つまり、ものすごい大量の放射が出てくるんで、こういう配管で越すなんてできない。めちゃくちゃに広い雪池の中でこうやってフィルターをする。そういう考え方なんです。だから、そんな大きいの突然現れたらさ、原子炉がもう、核燃料が横にできるようなもんじゃないですか。そんなことは、もう反対派から何言われるか分かんないけど、絶対できないんで、こういうことですよ。これが一番の理由だと思います。その次に、いや、お金もかかるしさ、っていう話で。でも、これ、こんなこと起こるはずないでしょ、弁当さん、なことはないよ、っていう感覚じゃないですかね。この私ですら、弁当が本当に起こる、しなきゃいけなくなるとは、それほど簡単に起こると思ったなかった。ですけど、この事故の半年前に、現代臨死研究会で僕らの研究会で書いた本の中で、弁当の話したんで書いてるんです。核燃料で弁当捨てられるなんだって書いて、この時に僕が頭の中で想定したのは、実は恥ずかしながら、日本ではまだすぐこんなこと起こらないのかな。もしかしたら東南アジアの韓国から対中国が起こらないのかっていう心配をしてた。で、アホだったのは自分でしたね。自分の国で自分の、ね、東芝というメーカーがやったものがそうやってなったんですから、自明を、ね、不明を始めるというか、そんな感じでした。フィルターベント大事です。フィルターベントの設置責任は徹底的に追及する。影響が一番多かったから、今回。だって、結果として、弁当したのがフィル、ね、フィルターなかったら弁当したでしょ、ここで汚染してるわけだから、大量にしてるんだから、それはもう、フィルターをつけたらいいっていうのは僕は反対してるんだけど、それは、究極においては、それはそれで言ってもいいとは言わないんだけど、フィルターなしだったら最悪なのは当たり前で、もともとつけるチャンスがあったのにやらなかったっていうことは責任があるっていうんです。それは責任追及すべきで。でしかも言い訳してるんだから。NHK の E テレで僕に呼ばれて話したときに、東電から抗議があったんでしょ、その説明の中に、弁当するときに圧力抑制室、そこから通る中で出したら、放射能が大量にちゃんと取れるのに、その説明を
NHK はしてないって言って抗議になったんですね。信じられない。あれだけ保護者も出しておいてよ。プールがあって、それがね、確実に機能してね、できるようになって、全部きれいに機能してたらね、それはまあ、それを言わなかったら、私に言わなかったら、お前もちょっと言えよって言ってもいいけど、僕はもう分かってて、でちゃんと機能しなかったし、外から上からも出してもらったんだからね、ドライブやってるでしょ。そんなのに、プールがあって、それで抑制するっていうことをちゃんと説明しないのはおかしいとかね、不公平だとか、バカなんですね。私がやったら、それをつけたことがダメだったことを、実は説明しに来いっていうふうに思うんですよね。で、抜かし側のむしろ、ごめんなさい、実はそう考えたけど、できなかったら、その説明すればいいですよね。というのが非常に思いました。後藤さん、じゃあ大久保さんね、今言ったようなその国の関与どのものってことは、製造物には関係ないんですよ。製造物に何らかの欠陥があって、被害が発生した場合は、どういう理由があろうが、それは国の指導だろうが何だろうが、それは製造者は責任を負うんですよ。だからその後藤さん、大久保さんの懸念は、この裁判において、その PL 法に関してはね、全く関係がないです。いやでもPL ってね、本当に僕はもう信じられないんですけど、私は現職じゃない分野から来た人間で、本当に海洋構造っていうのを狙ってたんですけど、まあ、機械関係でいろいろそうなんですけど、基本的にその製造物、現代がですね、そのいろんなものの性能があっていますから、もし何か使い方間違ってたりしたりして事故を起こした時に、被害に及ぶ可能性は高いものにいっぱいあるわけですよ。新しいものを開発したら、まずそういうふうに考えた方がいいんですよ。ただ、新しいものを作った時に、はぁって言って作って出しといてね。で、それからなんか、相手がいかなのかで、これで怪我したり、人が死んだりしたらね、責任あるのは当たり前で聞いちゃう人はね。これはね、どういうかというと、これまでこの議論した、ね、安全策の議論には、このものを作る時にはね、どういうリスクがあるか、危険性があるか、これを使う人がどういう危険性があるか、全部調べる。落としちゃいけない、絶対。だから、リスクを全部狙って、それに対して全部対策をする。しかも、機能する。で、だけど、それを、使い方を全く違った使い方をするとかあり得る。どうするの？それを設計で組み込みたいにはできなかったら、そこで初めてここで、交渉を出す。これは、こういうふうに使うと危険なので、責任を転嫁する。設計者はここまで責任を負った。大丈夫、何があったんだ、設計者。でもごめんなさい、これでね、叩くとね、壊れちゃうの。なんか壊れて爆発しちゃう。それがやっちゃいけないことはね、できないので、防げないので、交渉を出して、その責任はあんたですよっていうふうに、ね、使う側に預ける。これが基本的な考え方で、常識なの。原発はそれやってない。そのリスクの説明しかしてない。つまり、このものはね、こうやると危ない、爆発したらどうやって、被害がどうなって全部明らかにしなきゃいけないんですか。原発は、じゃあどうでしょう。高浜3号機、どこまで放射能があるんですか。10キロ、20キロ、30キロ、50キロ、100キロ、150キロ、200キロ、まだ足りない。全く来ないんでね。そうすると、被害の程度が特定できてない。で、特定できてなくて、しかもそれを当事者、私たちに説明してない。もうここだったら、例えば東海原発の話なんか説明に来いよ。東海原発もうしたら、こっちは大阪のアルバランスがあるんだから、じゃあ説明に来いよ。どれだけリスクがあるの。それで初めて判断するっていう話ですよ。それをね、切り捨ててまったかっていうね、製造物的に普通の常識から考えてね、まあ、とんでもないこと言ってるっていうのが私の印象ですね。他にご質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。はい。お名前からすみませんが。相模原から来ました坂と申しますけれども、私は全く素人なんで、今本当に僕もよくおっしゃっていただいたこと、そうかと思うしかないんですけれども、一般的には PL 法のこともありますけれども、やっぱり技術者って言ってもですね、単なるここの機械と原発のシステム比較をしていただいたんですけれども、やっぱり普通の、まあ、普通のといいますか、製造物とはやっぱり全く違って、まあ、いろんなこの状況の中で、やはり
ないわけですよね。それは素人でも思うわけですね。ですからそういった意味で、まあ、技術者としてもやはりとてもこう高度な、まあ、科学者的な方々の集まりだと思うんですけれども、まあ非常に甘い言い方かもしれませんけれども、やっぱりそのこう何か作るときにやはりその影響といいますか、このまあ倫理って言ってしまうとちょっとあれですけれども、そういったことって今ほとんどこうないんでしょうか、日本の、まあ、今医療の関係だとかいろんなことでもなんか信じられないようなことがことごとく出てきてるわけですね。で本当に、まあ、この原発は、まあまあ、各兵器と同じような状況に陥るわけですから、単なるなんかね、テレビだとかなんとか作るのと全くわけが違うと思うんですよね、素人と考えても。そういったところはもう本当に、まあ、いろんな、それはお金だとかいろんな関係だとかあると思うんですけど、そういうものも崩れているというふうに考えていいんでしょうか。まあ、私ちょっと一方で今問題になっているリニア中央新幹線の問題に今ちょっと地域で取り組んでいるんですけれども、まあ、そういうところでも安全対策が全く説明されないままに今どんどん進められようとしているんですけれども、そういう高度な科学者だとか技術者だとかそういった人たちのそういう何ですかね、まあ、意識といいますか、まあ、立場組織の中で仕方がないだとか、まあ、やっぱり全てそういう形でお仕事をせざるを得ない状況がやはり今日本の中に蔓延しているということなのでしょうか。すいません、なんかこういう言い方がちょっとあまり当たってないと思うんですけど、途中のものと原発は違うんじゃないっていうのは本当にその通りで、それは何かっていうとやっぱりその毎日事故になった時の被害の規模がですね、まあ高浜原発の方からそういうふうに書いてあるんですけど、桁違いなんですね。原発を除いてね、一つの事故でこれほど広範囲に広い被害を及ぼすのはない。一人それぞれの人が住んで生きていく生存の基盤すらば生きていくな、つまりそこから死ぬってこともあるけど、それだけじゃなくて住むこともできるようになって排除される。そんな技術は他にないっていう意味ですね。でそうするとそういうそれが違いの一つということと、ただ私が申し上げたかったのはそれを規制の方ではね、いやここまでつまり、ね、もう世の中に絶対安全はない。この前もテレビでやられたんだけど、討論してる時に私がこういう意見を言ったら、それはゼロリスクだ、絶対安全ない、おかしいんだお前って怒鳴り散らされましたよね。怒鳴り散らしてやろうと思ったらお前なんだろうって。ね、絶対安全がないっていうのはね、言うこと自身がナンセンスで意味がないでしょ。だってあんた絶対安全って、そのカラフルにそこで転んで死ぬかもしれないしさ、ね、飲食が起こってどうかって、そんな意味だって意味がない。絶対的な安全、絶対的なものはないっていうことはね、もう議論を放棄してるだけなんです。そんな議論対象にならない。絶対的に安全を追求することがに対してあるんですよ。絶対的な安全を追求したい、少なくとも主観的には気持ちがすごいそうだろう。自分の子供とか孫がさ、放射能の薬にね、アメリカの人だったらそんな嫌でしょ。絶対に今まなさいって言うに決まってるじゃないですか。それをね、リスクが当たり前っていうのはね、論理のすり替えなんですよ、明らかに。じゃあ、お聞きしたい。もしそういうこと言ったら。じゃあ、あなたの息子、あなたの孫が、ここでね、5% の可能性で死ぬ確率がある。じゃあ、いいかそれ。そういう議論なんですよ。数字の問題じゃないんだけど、何パーセントかね。そんなのありえないでしょ。技術者として絶対私に認めません、そういうのは。ね、リスク、その確率というのは結果として評価をするとこういう結果が出る、それはあるんです、実際のなんか。だけど、ね、最初に安全性の議論とか自分がどうだって望む時に、ね、何パーセントでいいかふざけるなんですよ。だから許容量概念と同じ、
放射能の量を好まないってのはおかしい。限界がない以上は放射能は嫌だって言ってもらう。それはそういう主張してる人がいたら、その人を尊重すべきなんだ。科学的な問題で結構に。そうすると、ね、つまり、それをね、そういう絶対的なないのそれというのはおかしいっていう風潮自身がめちゃくちゃに非論理的なんだ。非科学的なんですね。というふうに私考える。つまり、安全というものに対する考え方は全く考えてないと同じなんだ。だから私それ、パクパク言ってるんですよ。安全とは全く違います。それで例として言ってるのが、機械安全で非常に分かりやすいように言ってくれるんで、毒素を、まあ、使わせてもらってるというのが、まあ、素直なところですね。それで、それはね、あ、無理じゃないか。あの、結局、もし、よくあるのね、じゃ飛行機がありますね。飛行機も、やっぱり安全対策も追加することがありますね。じゃ飛行機とどうしようか。まず一つは事故の範囲が限定されていることと、もう一つ大事なことは、飛行機は乗るときに暗黙で契約してますね。墜落するとき死ぬっていうことを承知してます、我々は。だから保険がかかるでしょ、飛行機。嫌だけどね。で、本当に嫌な人は乗らないじゃないですか、飛行機。言いますよ、私の友人でも。いや、私ダメ、飛行機ダメって言いますよ、怖いから。全然おかしくない。原発もそれでいいんですよ。原発もどうぞ、お好きな人はどうぞ、原発が出ないかもしれません。ただし、原発の嫌な放射能の嫌な人に対しては、放射能を一つ二人とも、ね、持ってきてくれなっていう意見を持ってても、それは尊重されるべきです。なんでそれを他の人が言う権利があるんですか？だって、電気を享受してくれる、電気をもらうということと被害を受けることね、それは自分の個人の中で閉じてるわけで、その電気とこっちの、ね、あとかんダメですよ、バーカーにしたね。個人の被害に対して責任を負うっていう考え方は徹底しなきゃいけない。これ民主の原則ですよ。で、それをね、平気で電力会社や何か言ってる話し方というのは、その民主の根幹を、民主主義というか人間の生きる根底を無視してる。私はそういうふうに見てる。だから、高浜原発のね、ああいう判決が出ると少し、ほっとするわけですよ。人間がいたな、日本にもって。私たちね、本当の普通の、本当に人間らしい、基礎を変えた人たちがいてね、裁判官だと。そういう会議がするんですね。すみません、ちょっと興奮してついつい。時間がだんだんなくなってきましたが、あと一般の参加者で、花と申しますけれども、今後の国際的な展開ということでですね、仮にですよ、我々の運動が成功して、日本やアメリカのメーカーが原発水素しなかったと阻止できたとしましょう。でも、フランス、韓国、ロシア、中国が輸出してしまうということをどうやって止めるかという、まあ、非常に悲劇、なんていうか、まあ、暗淡たる思いに取られるわけです。で、そこでもう一つ問題なのはですね、この学問体系っていうんでしょうか、そのいわゆる西洋先進国は、まあ、ノーベル賞がどうのこうのとかやったりしてますけども、例えば宇宙開発をご覧になってください。中国は明らかに宇宙ステーションに参加せずに、もう独自の技術体系でもう世界をリードしようとしています。こういうのを、例えばもちろん先生もいろいろネットワークがおありだと思うんですけども、これどうしようも非常にこう暗淡たる気持ちに最近でもないです、以前からあるんですけど、その辺に展望があるのかどうかで、もし我々が何か先生をお助けするようなことができるとすれば、ご注意いただきたいと思います。非常に重たい問題です。で、端的に思いますのは、ですね、輸出の問題っていう、まず一つの点で、これはそういう問題なんですけど、やっぱり私はね、まず一つはね、道義的にもおかしいと思いますよ。事故を起こしたからとかね、持ってくるとおかしいんだけど、それでも命がかかってやっちゃうとする。そしたらね、やっぱりどうなるかちょっとそう想像するんですね。私の想像はこうです。今の責任集中体制だと、輸入した側の電力会社が全部の責任を負うように協定を結ぼうとしている。で、そうすると例えば東芝がトルコに輸出したとする。ただからトルコの電力会社が事故を起こした。ただからトルコの電力会社が全責任を負って、こうなっている。だけども待ってください。トルコ地震が起こってバーッと地震があって、まあ、プラントがあって事故を起こしたするでしょ。責任は日本側にないと、東芝にないっていうふうにトルコは認めますかね。少なくとも政府は分からないけど、住民は認めないと思いますよ、普通に考えると。なぜかというと、
区の中で原発作ってたってしたけど、全く分からないのに輸入したんでしょ。それで事故を起こして、ただ東芝がどうこうって考えないと、ただ東芝にって言って、その協定とかの関係ない。なぜかというとね、先ほど言ったように事故というあの、ね、技術っていうのはここまでできてます、ここから先はできてません、ね、残余のリスクとかいろいろ言いましたけど、ここから先には責任を負えないので、あなた方に持ってくださいっていう責任を負うでしょ。そうすると、その時に必ず過酷事故ってわからないように設計してますって言うに決まってるんです。炉心用意を起こしますから、その時よろしくって言いますかね。まあ言ったとしたら立派なもんですよ。そしたら聞けばいいんですよ。炉心用意の影響どのくらいですか。あ、そうですか、そのくらいの線ならいいですよって言えるんですね、本来。ところが今までの段階で一切そういうこと言わない。言ったとしてもちょろっと炉心用意を起こすことがありますが、ジュジュジュって言って、何か炉心用意って何か分からないのかって、で後で提案した後に怒ったとする。炉心用意で説明しましたけどって言って納得すると思いますね。消費者金融、消費者のあれも同じですよ。説明が足りなくて、その契約無効って言います。私だったら、向こうの立場だったら。そんな契約無効ですよ。東芝はその説明してない。と、東芝に、東芝はギブアップする。と、政府の肩代わりする。我々の税金で。つまり、海外で事故を起こした時には、メーカーでの事故を起こしたら、その最終的には日本国民がお金があるって僕は思ってるんですよ。政府のことになるから。そうするとね、何が歯止めになるかっていうと、事故を起こした時の、本当は起こしてからじゃ嫌なんだけど、起こすと結果そうならざるを得ないんじゃないかと、国際的には。そこだけ閉じてね、日本のような国だったらまだね、アメリカ、日本だったらこれはまだあるけど、あの原発に対して知識から全然違うんですから、日本の場合には一応何度かあるので、GE から入れてるけど、ね、東芝たちに出資やってきてるわけですよ。そこが違うんだと思うんですね。という意味、ちょっと長くなりましたけど、そこが一つ。だから、海外に対してそういう自国、輸出する側のそういうことをリスクを、その国なんかでも全部面倒見て、何十年か経って面倒見たってことがかかってくるんではないかっていうのが考えられる人で、あとはそれはちょっと別個に科学技術的な問題は、それはちょっともう少しあのいろんな議論を多面的していかなければいけないと思います。あの私もそういうふうに強い関心を持ってますので、あの特に今私やってはアパストって言うんですけど、 NPO をやってるんですけど、そこでそういうメンバー結構いますので、そういうところにもしこういろいろアドバイスもらえればと思います。一緒に仲間になっていただけると嬉しいです。この訴訟の原告の太田と申します。技術者としてお伺いしたいんですけれども、訴訟とはちょっと離れるんですけれども、仮にこれから原発を次々と停止させていくにしても、廃炉していくにしても、長い、廃炉のための、時間がかかったり、あるいは、まあ、近隣諸国の原発事故みたいなことも想定するべきかなと思うんですけれども、まあ、そうしたときに、この今の原発技術、あるいは核開発の技術、これはどういった形で継承されていくべきなのかというか、あるべきなのかというようなことを、長い時間のスパンの中でどうお考えになるかということを伺って、一つ例えば、難しい、安全の確保のための技術と、例えば廃炉とかいうのは全然違うので、今、内容が違うんですね。で、一つ目は、収束させると、放射線物質をどう処理するか、もう必然的に隙間等原子力の技術、それに関してはこれからもやらないといけないし、捨てることできないんですね、なくなってる。それは追求すべきなんですね。ですけど、だから原子力の技術が必要で、原子力工学化がどうかっていうのは全く間違ってる。原子力をそれはそうやって今推進してきたんですよ。ね、表向きでこうやって言えなくなると、原子力工学化って潰しちゃってなくなって、なんか量子なんとかシステム工学化とか、わからん名前にして、守り込ませて、じゃあ実は原子力やってって、そういうことを作り込んできたんです。つまり、廃炉とかなんとかって必要なものがあるっていうのを引っ掛けて、その作り込んでる操作をしてきてるんで、私は明確に放射能、放射性物質を出しちゃいけないことを、事故の2つの観点から、原子力はやめると決めた上で、この技術については継承してやるっていうのについて認めるという考え方です。それを最初に曖昧にしたまま、もっと技術をね、やらなきゃいけないって今盛んに言ってますよ。推進者の人たちそればっかり言ってる。原子力なかったら原子力実写になったからまあだろうっていうものの言い方ですね。それ自身が私は全く間違ってると思っています。技術者が必要だっていうのは一定の歯止めをするための技術が必要だ、そういう観点は人もありますよね。
話しますので、素人なんで申し訳ないんですけど、あの1号機のですね、そのアイソレーションコンデンサーというんですか、その IC っていうのは、そのもしあの、正しく運転されてれば、有効だったんじゃないかなっていう説が一部にあるようなんですけど、その辺は本当にあの機能不全だったのかどうかって、なんか確認とか、あるいはその辺の議論っていうのは、なんか具体的にあるんでしょうか。まあ、私が知ってる範囲の事故調査、報告書の事故調査が出てる中では、バルブの回避がどうだったか、エアどうだったか、電源をしてどうだったかっていう議論があって、それが働いたか働かないか、何パーセント働いたか、熱中から見るとこうだっていうのを議論してます。で、それはそれなりの解釈がある。ただ、さっきも言いましたけども、それは閉じてるのか閉じてないのかね、データとかそういうね、正確なものっていうのは、最終あの厳密な意味ではない、分かってない、不確定な部分をいっぱい含みながら漠然と分かっている。 でも問題で言ったら、先ほど私が申し上げたように、本当にそれがちゃんと機能するようになっているかっていう本質的な問題の議論がすごく大事で、それがちゃんとできているのっていうのは、そんな状態かと思う。それとあれば、アイソレーションコンデンサーがもし生きてたら絶対それプラントないとか、それは違うんですよ。アイソレーションコンデンサーがせいぜい7、8時間でもないので、それを壊れちゃう。そこから先、次が引き継いで、機能してなくて同じことです。実はだから、アイソレーションコンデンサーが先に機能してなかったから、より速くなっただけであって、あれが生きてたから絶対いいとは言えない。もちろん、あれがあったらだいぶ時間が稼いできるので、厳しさは全然違うなとは思っています。そういう関係です。最後に。ですね、ちょっと先日、テレビで、ロボットがどこに入ったか分かんないんですけども、行って、なんかデブリとか、なんか写真撮って送ってきたっていうふうなことを言ったんですけども、あの映像を見て、ちょっとダイラシンドロームっていうのはどんなふうになるのかっていうのを、ちょっと、想像してもよく分かんないんですけども。後藤さんが見て、あの写真を見て、どういうことが分かるか、ちょっともし分かれば教えていただきたいと思います。多分皆さんが見てるとそんなに変わらないと思いますけども、あの写真はグレーチングってね、こう、人があのレベルのことを動くと回ってって決まっちゃったんですね。で、あそこに見えたのが入ってるのは、配管のこと、周囲に見えてる、確かに全く見えなかったのが見えたっていうのはいいことなんですね、いいんですけども、私の問題はね、ロボットが、あそこで止まってしまった。でロボットというのは、2つあって、ね、1つは放射線によってやられるのと、もう1つは機能が引っかかっちゃったね、あるんですけども、多分後者だろうって言われてるわけだけど、今。あれはですね、私の知ってる知識から言ったね、ああいう全く見えないというふうにはね、想定してやるわけだから、自分でそのロボットだけじゃダメで、2機入れて、もう1機がちゃんとウォッチするの。足元、これが動いてこちらでウォッチして、こう言って確認して、で今度反対側の反対側の相互に助け合いながら、情報を見ながら確認しながらやらないと、あんなの成立しない。水中ロボットがそうなんです。水中ロボット入れるときに1機じゃダメで、2機入れて相手を見るんです。こうやってる、こうやってるときに相手の位置とかこれ見て相互に助け合う。じゃないとどっか絡まって動かなくなった、もう外を閉まっちゃうと。だって自分が自分で自分でも見えない。だから外から見えるあれが絶対必要なんだっていうのは、これロボットの常識だと思ってるんですけど、それすらやれてないっていうのはね、ちょっといかがなのかと思いますね。考え方ね、細かいことじゃなくてね、そういう対応の仕方にというのが一つ。それと中の状態は、あれはまあいいですけども、余裕物はもっとずっと下なんで、これからまあ入り口の入り口ですので、今後期待するのとかは分かりませんけど、努力するしかないと思います。ちなみにミュー粒子線というのを何かやってやりましたね。あれが、あれなりに見たものは原子の中ないのも分かったらいいんだけど、実は本当は一番知りたい比較感をね、床にあるやつみたいな、床の下がコンクリートなのか見えない。なんかちょっとこう当てて、反対側にこう粒子を捉えて看板を割って初めて見えるわけです。だから空中にこうやってこう突き抜けてるのが見えるけど、床は突き抜けても下に看板を置けないのが見えないんです、要するに。つまりあれは
あんまり言うと言い過ぎだけど、結局はパフォーマンスに近いの。はっきりです。科学的にこういうこと言いました。いいですね、素晴らしいです。だけど、この中に1号機の原子の中にほぼないだろうっていうのは、まあ大体推奨できてて、それをまあ確認したっていう意味はいいけど、その高田さん、本当に意味があるんだったら、ちゃんとこっちから通じて床の下をちゃんと見れる。そうでないと、あまり有効性がないっていうのは、あまりそういうことを手出すと、みんなもけちゃうんだけどね。だけど、素直にそういうふうに思いますね。最後にですね、後藤さん、今日何ですか、本を持ってきて大丈夫ですが、まあ、特にですね、僕ら弁護団が、勉強する上でもですね、これをやった方がいいよと、それはあったら教えていただきたい。あんまり時間のかけて本もあんまり書いてないんだけども、まあ、一般的な意味で、私の今日の話の核になったのは、この、よかしを作ったから言えることっていうね、500円なんで、教室ですけど、講演集なんですよ。講演の今日話したような内容をまとめたもので、格納容器のことを中心に書いてます。これは一番私のおすすめで、あと私の友人、まあ、東芝の先輩、原発技術者で直接自分が関わってて、ストレートに書いてる一人です。小倉志郎さん。元原発技術者が伝えたものと思います。これは非常にいいです。それと彼がペンネームで書いてる山田太郎って書いてる。原発を並べて知恵説を読んで、この2つはおすすめです。でこちらが1700円、こちらが50円です。それとあと、私が、実はここにパンフレットの一番ですけど、原発は滅びゆく恐竜であるというのは、水戸岩さんって言って、元、昔、その高木神三郎の先輩方になった人です。で、山で遭難されちゃいましたけど、反原発のその科学者として、最も先に走った方です。で、その連れ合いの方、水戸、清子さんですね、が、たまたましばらく大の関連で私に声をかけてくださって、水戸岩さんの著作集を出すので、前書きを小池弘明さんが書いて、後書きを私で、恥ずかしながらですね、私ちょっとここに書くのに先生だと思ったんですけど、後書きで少し技術的な話をします。スリーマイナーローでチェンドルが残って書かれたことが、今から見たときにどうだっていう検証を私が書かせていただいて、まあ、後書きと思います。あとは21世紀のゼミスというのは、これが先ほど言った多分日本で格納容器弁当ということを書いた最初の本だと思います。事故論の頃だ。ただしこれはですね、事故で前なので私も立場がありましたので、交通関係は後藤正彦本名ですけど、原発は柴田博之で、事故論は池田聡という3名の本当は同一の人間が書いた本になります。以上です。はい、どうもありがとうございます。なんか今日皆さんのお話、いろいろ疑問を聞いてですね、やはり責任集中制度にいろんな大きな問題があるということをですね、改めて実感して、まあ、そのいろんなね、諸悪の根源になっているということを改めて思いました。同時にですね、今日の後藤さんのお話を聞いて、この裁判いけるなと、改めて思いました。まあ、これからいよいよ裁判始まるので、ぜひ皆さんもですね、注目していただいて、そして後藤さんにもですね、バッチリ協力していただいて、裁判をガッチリやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日は後藤さん、どうもありがとうございました。